はい、ということでお待たせしました。コンビヤー、来てくれてありがとうございます。星崎美也です。待機めちゃめちゃありがとうございます。びっくりした。コメントこれ遡れるよね、ちゃんと。よしくん、ロキさん、ゆうきさん、ゆうゆうさん、オクト、オルタさん、ヒーローさん、太郎さん、まったりビーさん、林さん、アクトさん、カノンさん、フェイカーさん、はやてさん、エースターさん、金本さん、ヒゲメガネさん、アキムッツさん、イディアルさん、ハルエルさん、クロネコさん、イオリさん、おもっちさん、ロイナスさん、よしくん、キャタシーダヨーさん、カノンさん、ダンボーさん、ティンクルスターさん、ファルさん、ミカンさん、係長さん、コンミヤー来てくれてありがとうございます。レックスさん、ワイスマンさん、コンミヤー来てくれてありがとうございます。そして、ロキさん、ノブリーさん、アクトさん、メンバーシップ入っていただきまして、すいません。ありがとうございます。とても嬉しいです。おかしい、まだストーリーが始まる前に見てくれてる人が100人おるっていう恐怖ということで、前回はね、おにゃにょこちゃちにセクハラをしまくってしまいまして、こうちょっと宮おじがね出まくってしまったんだけど、そろそろシリアスパート来てしまうんじゃないかと危惧しておりまして、タオルは一応念のため手元にこいつ用意しときました。いやー、緊張するな、いけるかな。でね、ガチャをね、まず引きたいんだ。あ、私今日引いちゃってる。引いちゃってた、忘れてた。今日配信あるってのに配信バフもらい損ねた。今日も今日とて、ツイッターで SS 出たよ報告してないってことは A ですね。A でした。大島兄弟だった気がする。はぁ、じゃあ、そしたら、今日は第2章のデイ15から進めていこうと思います。もう待って、見てくれてる人が多すぎて緊張するんだけど。視聴者数気にせずいつも通り。そうだね、もうさ、もう無理でビビってるよ宮地。あ、ねえ、昨日さ、配信があったから公式の生放送アーカイブで後から見たんだけど、いやー、新しい SS 来ましたね。ヒサメッチ、よいしょ、どれだ、ヒサメッチってどれだ、これかな。サメッチの SS とユキの S が出るガチャ来ましたね。これってどうなの、強いのかな。しかしまだ私はヒサメッチがね、あまりよく分かっていないので、一回交流して、あれだよね、剣士の子でさ、なんかすんごいちっちゃいもの切らせようとした子だよね、確かこの子。ただまだこの子のことがよく分かってないんで、いつかストーリー絡んでくるよね。どのタイミングで来るかなって楽しみにしてます。ヨラバキル、ジューセラフ、これさ、なんか公式生放送でもネタされたよね。私まだ全然よく分かってなかったんだけど、剣を使ってる子なのに結局攻撃は銃みたいな感じなのかな。ちょっとゴマだ、ゴマを切らせようとしたんだっけ。ゴマ探しに行ったわ、そういえば。便利キャラ、ふーん。光闇パニは必須。私まだその何々パとかいうものが分かっていないっていうね。これさ、宮地さ、全然バラッバラなんだけど、点で。統一感なくて大丈夫なのかな？今んとこ平気？この、ザンが3人、トツが2人、ダが1人みたいな。ダでいいの？打つ。ダが1人っていう。まあいいか、今のところ。ヒサメッチは天才剣士なのにセラフが銃。なんでね、銃使いなよ。で、じゃあ、そうだ、消しだ、そうだ。思い出した、そうだ、そうだ。交流もね、まだ全然できてなくって。優先順位が難しいよ、マジで。こんだけね、カードは持ってる。スタイルはあるのに交流できてない子がこんだけいます、今。何を優先的にやっていこうね。今ちょっとね、ダンジョン行って、なんか早く始めろって思ってたらごめんね。ちょっとベラベラ喋らしてよ。ダンジョンに行って、このイベントバトルの難易度解放するために、このね、なんだっけ、迷宮の記憶ってやつを今ガンガン進めてるとこでさ、一応 A まで解放できてるみたいなところになります。このメンツならスコアアタック以外は余裕だと思う。やっぱ宮地な、最初のリセマラでだいぶ使い切ったんだな。
セラフなしの勝負なら最強なんだ。ありとなると天才剣士なのに10。謎だな。どういう基準で10になってんだろう。生身が最強なのに、何セラフ戦は最弱なの？何それ、どういうこと？おかしいでしょ。元素属性、元属、何元素属性って何？三章からあったら、あ、光とか闇のこと元素属性って呼ぶのかな。この氷とかのこともそうかな。あ、ね、交流でさ、クォーツ回収して、6万までさ、まあ、5、6万は無理でも、あとちょろっと課金して、どれかなんか天井引きたさもあるよな。ガチャが引きたくてしょうがない。ということで、じゃあ始めていきます。デイ15からです。戦闘力は5000は余裕ですね。7000超えたと思います。いやね、どこでさ、シリアスが来るかずっとドキドキしてんだよ。やっぱそうなの、火とか氷とか雷のことを元素属性って呼ぶんだね。3分しか戦えない設定のヒサメッチ。でも生身さえなればめちゃめちゃ最強ってすごいな。この世界ではある意味強いんじゃない？ DP 割れてもいけるみたいな感じかな。固定コメント、ちょっと待って、危ない、オートになってなかった。よし、 OK、 セーフ。固定コメント、そう書こうと思って忘れた。ちょっと待ってね。ほい、で、これを固定にして、よいしょ。では、進めていこうと思います。ほい。あー、もうここにこいつを、これ最初ちょろっとだけ見ちゃったとこだよな。ほら、解けるでしょ。すごいデッキ、スラスラでギスよ。おお、こうやって山脇様は文ちゃんにいろいろ教えてあげてんだな。邪魔しに来たの？いやいや、お互い大変だなって。バカさがでギスか？私たちをバカにするっていうの？バカなんて一言も言ってないんだけどな。あんたと一緒にされたら誰でもバカだと思うわよ。ひどい言われようだ。いや、ちょっと厳しいな、言い返すの。やってくれ。何これ、すごい。聞いてもねえじゃねえか。もはやすっごい。なんでフォローできへんなとかじゃなくて、別のことで盛り上がってるわ。見てくれてもない。やつ、ね、え、なになに。いや、チーズナンがすげえうまいってだけだけど。リーダーがバカにされてるのに。バカにされるのはお前の普段の行いのせいだろ。あたしらには関係ない。 31A の評判に関わりますよ、隊長は。私も食おう。切り替えが早い。何の速さ、怖いでギスよ。まったくだね、関わらないでおきましょう。ねえ、待って待って、今のってさ、朝じゃん。午前9時じゃないですか。ブンちゃんってさ、今のがさ、今のブンちゃんの中の記憶としては、フェーズ4訓練も初めましてなのかな。こんなさ、すんごいナチュラルに喋ってるけど、朝一ってことは確実にこの今のブンちゃんと喋ったの初めてだよね。うわー、なんかそういうのも思うとしんど。なんかすんごいさ、お互いコミュ力高いんだろうな。ルカちゃんコミュ力お化けだと思ってるんだけど、ブンちゃんもあんまさ、ちっちゃい子ってさ、なんか逆にコミュ障とかあんまそういう概念なさそうじゃん。そんな感じでさ、こう普通に喋れちゃうからこそ分かりづらいけど、どこ、一言目なんだ、バカさがでゲスか。え、記憶ある？あれ、今日覚えてる日かな。絶対じゃないんだもんな、記憶なくなっちゃうの。いや、そうだよね。いや、毎朝自己紹介はエグすぎないか、マジで。それがいっちゃうしんどいよね。一緒に命かけて戦ってきた仲間とさ、毎朝はじめましてはしんどくない？ということで、じゃあ、ちょっと待って。もうすぐにさ、好きあらば文ちゃん語りしてしまう癖よくないな。よーし、で、文ちゃんがトゲトゲしいのも、トゲトゲしいのも役に入ってるってのもあるんだけど、お前誰やねんって感じなのもあるんだろうね。確かに知らないやつがいきなり何なんだよお前っていうので、ちょっとトゲトゲしい言葉を発してきてる可能性。はぁ、文ちゃん一生からこんなんぶち込まんで、本当に。よし、じゃあフェーズ4最終日だって。もう終わり？早いね。次のエミュレーションは、実際のフェーズ4を想定してハード設定で行います。まだ 31P とそんなコミュニケーション取れてないんだけど。もし油断したら、
また来たこれ。Go to hell, go to heaven からのウルトラソウル。ウルトラソウル。またクレイジー上がっちゃった。はい。え？お前ら何言ってんの？カレリンちゃんと、はい、はい、言ってくれた。おしゃべりのそこまで。でもエミュレーターに入りなさい。はいが灰色の灰ですね。ウルトラソウル。宮地のボケにカレリンが付き合ってくれた。静岡府教官に教官司令官に怒られてしまった。引き続き輸送車の護衛よ。おいよ。はい。はい。いや、いちごちゃんと仲良くなれる気が未だにしないんだけどさ。訓練プログラムを。どこで来るんだいちごちゃんのお話は。いらっしゃいませ。そういうこと？ちゃんと死んでるから灰になったってこと？ウルトラソウル灰ですっていう。いや、キー作品やっぱギャグセンスが高いわ。とにかく正確に最速でな。そんなことできたらすでに猛者じゃん。敵さんも来たよ。うん、戦闘だ。オートで、オートでいいよな。オートにしてるはず。あ、ちょっと待って、オートコンフィグいじりたいかな。ちょっと確認しよう。ナインさん、こんみやん、来てくれてありがとうございます。あれ選択肢さ、さっきのやつさ、 Go to hell, Go to heaven だけ固定で、毎回一番下が違う感じなのかな。あれ待って、なんか今日読み込み遅くない？頑張って。ちょっと待って、関係ないの消そう。よいしょよいしょ、 OK OK OK。 ラーメンさん、こんみやん、来てくれてありがとうございます。やるしかねえな。で、オートがよいしょ、何になってる？まだ回復はいらんしょ。オッケー、よいしょ、いけ。だいたい一番下だけ違うんだ。なるほどね。いや、実もさ、一番下の選択肢選んじゃってるけど、逆に Go to Hell とか Go to Heaven の選択肢もちゃんと見なきゃな、どっかで。ありがてー。ピカちゃん、しののめさん、こんみや、モリカもこんみや、来てくれてありがとうございます。ネタがわかるとにやりとしますね。最初はいってさ、なんで漢字に変えたんだろうって思ったけど、ちゃんと死んでるから。はい、っていう細かいな芸が。ジョンスター、今日も宮地の聖域大爆発はあるのか。いや、今日はさすがにね、宮地反省しました。これでも星崎さん反省しましたので、今日はさすがにセクハラしないと思う。これ以上さ、宮王子を出し続けるわけにいかんやろ。いや、そう、選択肢がね、面白いからふざけたくなっちゃうんだよね。ついつい面白いのあるとやるかと思っていっちゃうんだけど、真面目に選択肢やった時にさ、なんかルカが真面目なこと言ってるとか言って、みんながびっくりしてくれるんだったら、それはそれで面白そうとも思ってる。そう、なんかさ、ネタでもさ、ネタがさ、ちょっと待って、始まっちゃう。これで終わり。ネタがさ、伏線だったりとかさ、その一章で言うとバッドエンドに繋がったりとかもするからさ、下手にね、選びすぎるのも怖いっていうところがあるよね。大事なところはしっかり選んでいかないと、この子たちをね、死なせてしまうことになってしまう。ナオさん、こんみや、ウナムさんもこんみや、来てくれてありがとうございます。これで終わりって言ったけど、フェーズ4これで終わりじゃないよね、さすがに。訓練終了です。輸送車はポイントデータの輸送完了しました。え、これだけ？輸送車の損耗率は 4% です。 5% 以内でしたら許容範囲です。はい、ギリギリ9大点って感じ。早すぎてびっくりした。よっしゃ、やりま、あ、やべ、そりゃあたしらがいたらな。待って、やりましたねって褒めてもらいたい、葵に。よいしょ、やりましたね、ありがとう。姉さんと組めば最強にゃ。大量の輸送車を護衛するとどうしても陣形が長くなる、うん、今回は両部隊で何を優先させるべきかの判断が優秀だった。あ、初めて褒められた。レフレクタ残量によって取るべき行動が変わるということはちゃんと理解できてるみたいね。それじゃあ今日はこれで解散とするわ。お疲れ様でした。今日ダメ出しされてない。あれ？
なんか 3HB と仲良くなりながら手塚司令官に褒められていくのかと思ったんだけど、そんなに進展がないままクリアしてしまったぞ。フェーズ4まで司令官室まで出頭してください。ん、何、いい予感しかしねえな。悪い予感だよ。その前向きさは、この戦時下でそのブレない前向きさすげえよ。すごすぎてリスペクトの念を抱き始めてる自分がいるよ。なんや知らんけど、急いだ方がええんとちゃう。その通りだよ。なんで私はどうでもいいリスペクトの念を伝えるために長尺で喋ってたんだよ。そして結果これも長えよ。早く、もう早く息の突っ込みながら走れ。200？ 嘘、揃った。もう怖くて見れない数字は。およ、ロータリーモールをパトロール中の紹介部隊が発見したわ。してやられた。何言ってるの。あなたたちが割り当ての地域を埋めたから場所が絞れたのよ。いや、個室が遠ざかったと思って。セラフ部隊に個室などありません。31A は、なんでよ、 31A、 みんなで仲良く一緒に寝泊まりしなさいよ。ロータリーモールを討伐しなさい。了解。言っとけ。了解。はーい。確かに急ぎましょうってちゃんと一言で短く済ませるタマちゃんはさすがですね。さすがおタマ、かわいい。戦闘力余裕そうだな。ロータリーモールを倒すの今日は。オッケー。うん。200人が宮尾寺を見守っている。そうやって改めて言われると困るんだけど。まずいですよ、200人に見られるの。前回300人超えてる中であれだったのやばすぎでしょ。特別紹介任務。どこにいるんだ、ロータリーモールは。出てこい。紹介で見落としてたのかな。司令官から資料をもらったが、ご丁寧にさらに奥の地域に潜んでいる。もっとあそこで行けばよかったんか。ずっと襲ってくる存在だと思ってたけど、そんなキャンさんもいるんだね。情報が少ないから油断は禁物だぞ。了解。ヘブマン放送は泣いてるところ見に来る変態リスナーが増える。嘘。いや、しかし星崎いい大人なんで、もうこれ以上泣かないぞって決めてんだけどな。ん、これコンプリートしてるけどもう一回行くの。こっちの先奥に行ってったからここに移動すんだよね、きっと。あ、飛べないんだこれ。あー、なるほど。オッケーオッケー。そんな、何かな。え、コラボカフェね。ねえ、コラボカフェのメニューやばくない？なんかさ、刀削麺食べたいなって思ってたらさ、あの選択肢とさ同じような感じ、なんていうの、ルカちゃんとユッキーとかさ組み合わせできるプレート、あれ定点すぎるって思ってめっちゃ食べたかった。たださ、さすがにね、こんだけ見てもらってるとさ、なんかやっぱ危ないなって思って行きたかったけど行くのやめたわ。二章泣かないは無理。フラグ立てちゃった今。え、でも手元にずっとタオルは持ってはいる。なんか落ち着くからさ、これを持つことによって泣かずに済むんじゃないかって思ってんだけど。いいね、コラボカフェ初日予約いいな。よし、チャンスだ。いやー、さすがに宮地はね、メニュー注文するときに声出しちゃったりとかしたらさ、あれ聞き覚えのある声がってなってもまずいからやめることにした。ねえ、一気に行こうぜ。泣きどころ巡回はわかる。あれか、ベイなんとかからって書いてあるから、お、そろそろこの子泣くんじゃないって言って来るみたいな。ルカちゃんウィン、ルカちゃんウィン、絶対そんなに。いや、言うてさ、宮地いい大人ですよ。わかる。あらゆる足が生えた生き物ともめちゃめちゃ気になるんだよね、あれ。バタンかーい。ちゃんと美味しいやつって言ってたからさ、あれ食べたいんだけどね。いやー、慎重に自分で作るしかねえな。よっしゃ。アジュカパラディンさん、こんみやん、来てくれてありがとうございます。お出ました。1章から3章後のイベントまで全部泣いた。1章の終わりとイベストは今のところ泣いてるな。いや、え、2章もっとやばい。みんながさ、ハードル上げまくってるから、宮地泣かないんじゃねって思ってんだよ、ずっと。店員、うわ、宮地じゃん、カフェですら泣いてるよ。さすがにカフェで感動して泣くことはないでしょ。宮地さ、オタクだからさ、コラボカフェっていうのが好きなんだよ。
そのなんかあんまり知らないジャンルのコラボカフェも行ったことあるくらいにはコラボカフェ自体が好きで、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、あの空間ってさ、幸せな空間じゃない？あそこにいる人ってみんなその作品が好きな人しかいないの。あそこに敵はいないんだよ。みんながその作品を愛してるっていう空間の中で食べるコラボメニューに、なんかね、特別なお何かを感じるんだよね。待て待て、そのいい大人が大勢号泣してるのが2章。怖え。待って、どこで来るのかが分かんないのが怖くって、もうそろそろ夜のターンとかでちょっとシリアスパートぶち込んでくんじゃねって思ってんだよな。ここから向こうに行ったらロータリーモールがおるんやな。迎え撃ちます。2章と2章イベが桁違いに泣いた。え、いちごちゃんのイベントのことかな。マジ3章より2章のがヤバいまである、もしかして。ミヤちゃんの顔なしで声だけで気づく自信はないし、過剰に気にしなくてもいいと思うわよ。念のためよ、念のため。何かあってからじゃ遅いんですよ。この世のことはいかがでしょう。確かに前回のマリーイベントの時ハードル上げに上げられたけど泣いてたな。よし、チャンスだ。スイツラさん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ねえ、ナービーのフルーツパフェめっちゃ可愛くなかった？あれめっちゃってるんって透明感あって可愛いって思った。よいしょ。コラボカフェにパンケーキ、あ、パンケーキあった。それが文ちゃん関連だからミヤチはうるっと来そう。文ちゃんでパンケーキなんてあったっけ？あれ、なんか私忘れてる？パンケーキあったっけ？あれだ。ああいる、もう。え？三章は二章と違う方向でやばい？なんや、決体な姿しようや。二章一番泣いた。決体な形じゃなかったキャンサーなんていなかった気がするのですが。ストーリーが進んでしまっていた。決体な姿しような。うん、そうね、大体決体な姿だとは思う。餃子とかね。おい、たま、アンノーンとか。来た。もし地球外生命体がおったら、もっと決体な姿で。それがまさにキャンサー。今言おうとした。と思ってたんだ。キャンサーが地球外生命体だろう。中央にユッキー、前にメグミンと私、一泊待ってつかさっちの順番で一気に叩く。おたまさんとカレリンは後ろで周囲の牽制とフォローをしてくれ。やばい。オッケー。幸せだった頃のパンケーキ、これがブンちゃんの交流なのか。じゃあミヤチまだ、いや、その交流やってないんだな、きっと。ロータリーモールの形のモンブラン、あっ、これのことか。なんかよくわからんのおるなって思った。黒いやつだよね、真っ黒の。でけえけど今の私モンブランってことはこいつら柔らかいんじゃね。余裕だな、ぶっ潰そう。じゃあズタズタにぐちゃって潰せるはず。うちはサイキックで輪切りにしたるで。そんなことできねえだろ。やったりましょう。結局メグミンがさ、サイキックを使って戦ってるとこ見たことないんですが。ショックに見たま参ります。あんま張り切りすぎね。ロータリーモールって生クリームのやつの、好きにはさせねえ。生クリーム絞るやつの口だね。あー、確かにこれでモンブランなんじゃない。血が騒ぐの。こっからこうモンブランのクリームソース出すみたいな。使わせてもらうぜ。捧げましょう。私は愛想を考えやがる。素晴らしいものですね。いや、コラボカフェで絶対この音楽も流れてんだろうな。焦らず慎重に行くぞ。あ、キャリアグレイドドドドドドドカレー待ったね。私に任せな。いや、いいな。みんなもし行ったら宮地にツイッターで報告ブリップでもちょうだいよ。あ、びっくりした。技名か。逃げられたかと思った。ん、逃げたわ。え、逃げられてもうたな。逃げちゃうの。想像以上に早かったです。攻撃する隙すらなかったな。逃がしてしまった。外角を壊しただけに終わっちまった。開いた穴から追わんでええんか。やめとけ。行った先に酸素があるかどうかも怪しいし、地中で穴が崩れたら即座に生き埋めだぞ。危険すぎでしょう。くそ、退却しかないか。悔しいな。分が悪すぎる。
いやいや、あそこまで削れたらもうあとカレリンで一発なんだけどな。カレリンじゃないな、カレンちゃんだな。カレンちゃんで一発ですよ。あと一撃攻撃させてよ。あ、声出さなくていい横断方法だったかどうかは知りたいかも。ありがとう。こちら 31A 茅森、司令官につないでおくれ。了解しました。少々お待ちください。そう、逃げられたのね。逃がしてしまいました。すいません。ごめん。ことはないわ。友達みたいな謝り方するじゃん。あなたたちから逃げられるなら他の部隊でも撃破率は低いわ。確認するけど、外郭を破壊してから敵は逃げたのよね。ああ、その手応えはあったよ。 DP はあったよ。戦ってみてどうだった？そんなに強いとは感じなかったかな。逃げられなきゃ倒せてたと思う。分かったわ。ヘリを飛ばすから起動しなさい。戻っていいの？代わりに監視の部隊をよこすわ。それとも徹夜で保証に立つ？私はそれでもいいわよ。作戦の訓練もあるし、それはさすがに無理。テラフ部隊がブラックすぎるわ。紹介任務は現時刻をもって中断します。あなたたちの成果で危険度は格段に下がったわ。数日は通常の紹介網で対応できるでしょう。ロータリーモールが発見できたら出撃命令を出すわ。しばらく待機してて。了解。お疲れ様。でもあれ、地中に潜れるってことはどっからボーンって出てきてもおかしくないってことじゃん。怖くない？それこそさ、基地とかさ、ドームのすぐそことかからバーンって出てきちゃったときどうすんだろうな。たまには一人でゆっくりしたいな。ロータリーモール問題も抱えちゃってるし。よし、このカフェで過ごそう。ウインナーコーヒー、名前だけは聞いたことあるけど、どんなコーヒーなんだろう。まあ少なくともウインナーは入ってるだろうし。入ってない、入ってない。肉大好きな私の嫌いなはずがない。ーー注文お願いします。ウインナーコーヒー一つ。いや、そもそもさ、コーヒーにウインナー入ってたら飲まないでしょ。美味しくなさそうでしょ。なんだこれは。え、この泡の下にウインナーが隠れてるの。甘い。これは生クリームだ。コーヒーとは合うけど、ウインナーは入ってないんだって。コーヒーとしては美味しい。あ、高級店だとシャウエッセンが入ってる。あ、ごめん、ミヤチがちょっと知識が足りなかったかな。ウインナーは入ってない。俺入っとらんやんけ。ウインナー入れ忘れてますよと言うべきだろうか。いやいや、頑張って経営してるんだろうし、そんな細かいことにクレームを言えるようなお店じゃない。いや、教えてあげよう。アドバイスしてあげよう。ウインナーが品切れだったんだろう。いやいや、ウインナー入ってませんよって言おうよ。言ってほしい。気分転換になった。いい店だったな。ウインナー入ってなかったけど。これをさ、なんか戻ってからユッキーにさ、いや、ウインナーコーヒーを飲んだんだけどウインナー入ってなかったんだよねってお話ししてほしいな。前回はどこまで行ったんだっけ。新曲作ろうと息巻いて、それぞれの演奏スキルがあまりになさすぎてグダグダになって解散になったところまでですね。まあそっから続きが気になって、それぞれイメトレして確実にスキルアップを果たしてるだろうから大丈夫さ。どんな暇あったと思うか。訓練に任務に必死だったろ。ちょっと待って、ウインナーコーヒーって調べると本当にウインナーのコーヒーが出てくんの？見ていい？それはちょっと調べるしかないでしょう。ウインナーコーヒー。これだよな、やっぱウインナーコーヒーって。そうだよな、このコーヒーにウインナーがさ、なんかお風呂入ってるかのように飾りつけてる、これがやっぱいいよな。高級店行ったらさっき言ってくれたようにシャウエッセンだし、なんか家で作るときは茹でたものなのか焼いたものなのかでまた味が変わって楽しかったりするよね。ああ面白い。ウインナーコーヒー、でもウインナーコーヒー飲んだことは宮地ないですね。とにかく始めよう。新曲が私らを呼んでいる。いや忙しいな。訓練して紹介任務してバンド練習までして。まとまりがないわね。集中力が足りてない感じがする。新曲は私らを呼んでなかったか。ルカ、あれが気になってんだろ。まあね。何か問題が？ああ、
ロータリーモールをもう少しのところで逃がしちまったな。ああ、そうだね。葵は知らないのか。ロータリーモールとは？キャンサー。有明ドーム近隣にそいつが出現して、その討伐を命じられたんだよ。そんな忙しいことに？強い敵じゃなかったんだけどさ、地面に穴を掘って逃げるなんて思わなくて。だから、どうにか逃がさない方法を考えないといけないんだけど。わかります。私も作戦行動を考える時が一番悩みます。よろしければ話を聞かせてください。逃げるキャンサーなんだよ。なあ、あん時は距離取っとったやんか。張り付いてしばき続けたらあかんのか。脳筋の考え方だな。私は近距離でって考えたんだけど。待って、ルカちゃんがめっちゃちゃんとキャンサーのこと考えてる。こっちに攻撃意識が向いてるなら可能だが、逃げに回られたら質量差で止められないんだ。地中に引きずり込まれでもしたら戦闘継続どころか命が危ない。なるほど。逃がさない戦い方を考えないといけないわけですね。なるほどな。とにかくくっついて逃げる隙を与えない。今それメグミンが言わんかったか。集団としては正しいんだが、ちょっとまた違うの。そもそも31への戦い方から外れた戦術だ。短時間で最大火力をぶつけるスタイルだから、回避できない距離で耐える能力はもともと求められてない。つまり？お、それぐらいわかるよ。ディフェンダーがいないってこと？被弾率が跳ね上がる戦いは誰かが犠牲になる可能性があるし、それで倒しきれるかどうか。葵と一緒に行っちゃダメなのこれ。ギャンブルに同意するわけにはいかないっつうことだ。ま、こんな感じ。必死に考えてはいるんだけど答えが見つからないんだよな。もしかして私たちと相性が悪い敵ということじゃない？舞台近くってもなんか一緒に行けたりしなかったっけ？そうだよ。戦って逃げられたろ。確信を持って言えよ、情報員。これさ、と司令官へ願い出て、討伐は他の人に代わってもらった方がいいかもな。これ31Bとチェンジしてさ、葵のさ、自信つけるのにさ、繋がったら最高じゃない？31Aと相性悪くっても、葵ディフェンダーだったよね、確か。これで、31Aが討伐できなかったロータリーモールを討伐したっていう自分の自信に繋がったりしないかな？それも中途半端でね。 A メロと B メロまで作ったのにサビだけ未完成で諦めるみたいな。そんな作曲するみたいにうまくはいかねえよ。お前は音楽の天才ってだけだろ。やだ、キャンサーを倒す天才でもありたい。すげえ欲張りだな。ま、今はそっちの方が必要とされる才能だけどさ。それだけはすぐに手に入らない能力ですね。でも手塚司令官が選ぶんだから、まあ31Aのが合ってるってことなのか。あ、葵思いついてくれた？え、私が何か？なあ、覚えてるか？訓練中にセラフを飛ばしてキャンサーの攻撃を防いでくれただろう。はい、そんなこともありましたね。私のスキルで。葵に手伝ってもらったら。来た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 。逃げられずに倒せるんじゃないかな。共闘だ共闘。ロータリーモールの情報は電車で調べられるだろうから確かめてみてくれ。はい。危ないことは 31C に任せよう。やだよ。ロータリーモールを逃がさないように足止めしてほしい。できるか？やったことがないのであまり自信はありませんが、多分確かにいけるかもしれない。ユッキーのお墨付きまでもらえちまった。これはルカ天才ですね。ありがとうございました。本当にやるんでしょうか？ああ、次現れたらまた出撃命令が出るから、その時は葵手伝ってくれ。一緒にロータリーモールを倒そう。わかりました。よし、バンド練習に戻るぞ。結局戻るのかよ。まずドラムのユッキー、ドンパンドドパン、このぐらいの BPM でリズムをキープしておくれ。はい、はい、ドンパンドドパン。いいね。ここに、そうだな、おたまさん、こんな感じでベースを送れ。はい。すごいな、こんな一言だけで演奏できちゃうんだ。うん、みんな。葵もパワーコードでジャラーンと弾いちゃって。はい。おお、ロックになってきたな。ノイズ担当。私がリフを乗せる。こんな感じ。す
ごい。いやー、おいちゃんマジで可愛いよな。だったら私はこういう感じで入ろうかしら。いいね。カリリン、私が鼻歌を歌っていくからそれについてこい。うん、そんな即興で。うちはこんな感じの音をドーンと入れてくで。かわいいな。なんかさ、めぐみんのポーズをさ、コメントで指摘されてから見ると笑っちゃうんだけど。みんなすごかった。訓練でもねえのに、なんでこんな体力使わせるんだよ。曲になってきましたね。ワンコーラスはできた。2回繰り返して最後にもう1回 B メロとサビをやればフルコーラス完成さ。でもすぐ忘れてしまいそうですが。すごいな、音楽の天才だな、みんな。大丈夫、電池に録音してあるから。こいつを繰り返し聞いて体に染み込ませれば OK。 電池そんな使用で使っていいんですか。譜面は私は書いたことないけど。一度も。うん、マジ。さすが天才。はっ、うちかてそんなんいらんわ。お前は効果音出してるだけだからいいよな。でもノイズはノイズでもっと奥が深いぜ。ええや、受けて立ってるわ。ノイズってどういう音を出してんの。打楽器的な扱いでいいのかな。サイキックを使ってなんか音を奏でている。水浮かせてんのかな。ピチャピチャっていうノイズ。いや、すごいね。スコア書かないでもう耳だけってこと。絶対音感みたいなことかな。はい、さすが天才ですよ、これは。そしてフリータイム、何をするかだな、問題は。交流できるように、あ、これはスモモ行くしかないか。スモモの銃の腕前を見せてもらいたい。的を見つけてこよう。ちょっとね、31B の子たちをよく分かってないからね、交流していこうか。フルコーラス瞑想。ずっとこうやってやってんの。今ウーバーが通った音がした。よし、そしたらスモモちゃんと仲良くしていくか。ね、どうしてイチゴってあんなにツンケンしてんの。教えて。浅いのが来たにゃ。気安く呼ぶにゃ。そんなこと言わないで仲良くしようよ。同じセラフ部隊なんだからさ。スモモは姉さんだけいればいいのにゃ。話しかけただけでなんちゅうこと。もう一度苔にしてくれたらわかるにゃ。先がすごい本物だとしたら何で持ってるの。仕事上の問題にゃ。すごい、撃ってみたいな。お手本見せてほしいな。ちょうどいい的があるにゃ。的ってひょっとして私。え、待って、これさ、持ち込み禁止とかそういう概念ないの。大丈夫なの。そりゃ、手塚司令官、これ取り上げてもらっていいですか。危ないですよ。セラフじゃない武器持ってるやついます。待って、適当な空き缶とか持ってくるから。別にお前でいいにゃ。まずいまずいまずい。死んじゃうじゃん。え、てかそもそも基地内でいい のですか。基地内で撃つことは許可されているんですか。それは空き缶の持ち主を探そう。戦闘中みたいな音流さないでよ。え、マジで命の危機に達してる今。気合い入っとるの。あ、ユッキー助けてくれ。よしよしよし、いい子だね。あ、ちょっと、ルカの命が。ユッキー、空き缶持ってない。缶蹴りでもすんのか。相変わらず子供みたいなやつだな。命がかかってるな。命がかかってるから。このままじゃ私が空き缶の代わりにぶち抜かれちまう。いきなり物騒な話になったじゃねえか。一体お前の身に何が起きてるんだよ。とりあえず自販機の方に向かえば誰か飲みかけのやつとかいるんじゃないか。おたまさん。なるほど、さすがユッキー、命の恩人。殺されそうになってるじゃねえか。何に巻き込まれてんだよ。的になりそうなんだよ。葵さんとピャッコだ。こっからは話しかけられないんだ。なるほど、したらおたまを探せばいいんだな。多分ここでしょ。自販機って言ったらおたまさんでしょ。違うかな。あ、確かに刀持ってる人もいるし、銃刀法はないのか。え、世紀末みたいな世界観だな。あれ、ここじゃないか。顔面に見える。カレリンだ。
そこのゴミ箱あったら。カレリ、空き缶持ってない？空き缶？ないけど、どうして？このままじゃ私が空き缶の代わりにぶち抜かれちまう。それは大変。ほら、自販機の近くにタマ。自販機の近くにタマさんがいたけど、力になってくれるんじゃないかな。なるほど。サンキュー、カレリ。命の恩人。気をつけてね。やっぱ自販機イコールタマさんでしょう。てかさ、もう普通にさ、ここのゴミ箱から漁っちゃダメ？ここにあるでしょ、絶対。ここ漁ろうよ。どこだとあったの？こことかかな。ね、自販機でジュース買って、それ打ち抜いてもらおうよ。打ち抜いたところから、プシューって溢れてくるみたいな。あ、めぐみんか。おたまさんが見つけられない。めぐみん、空き缶持ってない？ああ、さっき飲み終わったやつなら、潰しても捨ててもうたわ。このままじゃ私が空き缶の代わりにぶち抜かれちまう。なんでやねん。分別しないでそんな物騒なこと起こるんかいな。あ、そういや、さっきタマのやつが自販機の方におったで。なるほど、ありがとうめぐみ。命の恩人。ダンサーと戦う時より必死やないか。何が巻き起こっとるねん。みんなに自販機のところにいるのを目撃されているタマ。これつまり何が推測できるか皆さんわかりますか？そうですね、おたまさんがずっと自販機の前にいるということですね。1分2分とかのレベルじゃないんじゃない？みんなが見ているということは相当長い時間自販機の前におたまさんがいる可能性が浮上してまいりました。しみじみとしますが、おいしいだまだ名前が覚えきれていない。私はゴミです。ちょっと待ってなんてこと。ゴミじゃないよ、なんでそんなこと言うの。結構ちゃんと言うとき、いやでももうちょっとな、助けてくれてもな、葵のこと。いた。おたまさん、空き缶持ってないか？ルカさん、実は CP が足りなくてずっと眺めていただけなのです。喉がカラカラです。買ってあげる、買ってあげる。このままじゃ私が空き缶の代わりにぶち抜かれちまうだけじゃなく、おたまさんが干からびてしまう。混じってんな。頼むのはお恥ずかしいのですが、 3-1-B 古樹だな。待って、今の子ってお金を貸してくれませんか？リサママと同じ舞台のとこの子かな。待って、混じってきてる。リサママのところの子が今いたあの子何ちゃんだっけ、アカリンだ。アカリンがリサママと同じ舞台で、 3-1-B はコジュウか。でコジュウが意外に言うとき言うみたいな子か。てかこれ GP GP さ、今までさ目撃してきてたみんながさ分けてあげたらよかったんじゃないの。メガミンとかがさ、おーたま、こないとこで何しとんねんって言って、 GP がなくてって言ったら絶対メガミンおごってくれたでしょ。おいたま、これで好きなもん買えって言って、お金絶対くれたと思うんだけどな。二階堂さんと同じ舞台のテニスの子ね。はーはーはー、イベントだけでしかまだ私あの子とあんま喋ってないんだな。そしたらみんな素通りしたの。ああ、いつも通りの光景だなって。今日もタマが自販機の前にいるなって素通りしてったの。もうなんでそんなこと。よし、わかった。ことの発端のスモモに頼んでみるよ。それまでおたまさん、どうにか耐えてくれ。いやいや、私ジンビいっぱい持ってんじゃんって。よろしくお願いします。おごってあげる、おごってあげる。そのわざわざスモモに頼まんくても、おごら、おごろうよ。宮地 GP いっぱいあるでしょ。GP ってどこで見んの？持ち物？待って、今あったな。 GP がほらいっぱいあんじゃん。これジュース1本くらい買えるでしょね。これで買ってあげてよ。ルカお金持ってんでしょ。53万今あったでしょうが、はい、これ 1GP を1円と換算していいのかがちょっと分かんないんだけどね。よいしょ。スモモ、緊急事態だ。お金が足りなくてジュースが買えない。ま、なるほどまず舞台の資本資金と個人は別なんだね。今宮地は舞台長として舞台の 3-1-A のお金を持ってるってことね。あー、そしておたまさんは1本じゃ済まないんだ。買うとき何本買ってんの。確かに前に1本にせえって言われてたことあったね。
え、おたまさん何あれ、押すのが楽しくっていっぱい押しちゃうとか、あ、また出てきました、あ、あ、あ、って言いながら、なんこれって言いながらやってんのかな。よし、でジュースが買えないから的になってしまうのは困るんで、このままじゃお金をくれませんか。スモがあんなに見せたがってた射撃の腕を披露できない、頼む、お金を貸してくれ。こっちが見せたがってることにするのやめろにゃ、金も貸さないにゃ。そこをなんとか小銭でもいいから。ここの自販機小銭じゃ動かないにゃ、しかも昨日拾ったゲーセンのコインみたいなのしか持ってないにゃ。それでいいじゃん、もうこのままじゃ空き缶が手に入らず、スモモの射撃の的も見つからない。的はあるにゃ。やめてくれ、だから死んじゃうじゃん。あれ、そのゲーセンのコイン的代わりにすればよくない？ほんそれ、マジでそう、それでいいじゃん。空き缶より狙うの難しいけど、コインを撃ち抜くってすげえかっこよくない？かっこいい。え、マジ？銃を舞うコインを連続で撃ち抜いてる。すげえ。撃つのをやめるまでコインは銃を舞い続けるにゃ。え、もう見えないでしょ。スモモすごい、スモモかっこいい。これはすごい、うん、銃の腕前本物やった。なんで黙ってるの？なんでこんな奴におだてられ見せびらかしているんだと。これがコミュ力お化けの力です。全てなかったことにするにゃ。怖い、銃口向けないで、暴力反対。冗談にゃ。助かった。お前みたいな奴の相手は疲れるにゃ、もうどっか行くにゃ。いいもん見せてもらったな、ありがとな、スモモ。次の的がお前にならないよう、せいぜい気をつけるにゃ。こんだけ的確に撃ち抜いてくるってことは、ガチで心臓一発やられてしまうな。ルカさん、ジュースまだですか？おたま、ごめん、忘れてたね。かわいい。え、かわいい、何本でもおごってあげたくなってしまう。スモモちゃんとお風呂入れるって、まあ、まあ、今からお風呂入るからちょっと待ってな。まさかオチまで用意されてると思わなかったな。かわいかった、おたま。いや、ずーっと自販機の前いるんだな、やっぱり。その後スタモの姿を見たものは。スモモを誘ってお風呂に行こうかな。え、ちょっと待って、おたま放置してお風呂入ろうとしてるルカ、ちゃんとおたまさんにジュースおごってあげた後で風呂よ。一人だけ風呂入ったらおたまさんかわいそうだよ。とりあえず、じゃあ入るわ入るわ。そこはね、やっぱね、おーい、スモモちゃんとね、入らないと。硝煙の匂いにゃ。え、本当？自分じゃわからないよ。一緒にお風呂行くにゃ。向こうから。この匂いは落ち着かないのにゃ。お、向こうから一緒にお風呂って言った。風呂入ってくるじゃなくて一緒に行くって言った。スモモちゃんがね、向こうから誘ってきた。これはもう合意のもとだよね。いいんだよね、じゃあ。じゃあいいんだよね。風呂の水いるか。水、風呂の水飲ませんな、たまに。スモモ、お風呂大丈夫なの？大丈夫じゃない理由があるのかにゃ。いや、だって猫をお風呂に入れて洗うのって大変じゃん。バカにしてるにゃ。血もすぐに洗い流せる風呂は殺しに最適な場所だって教えてやるかにゃ。ほらほら、物騒なこと言ってないで、頭洗ってやるからさ。頭、スモモを洗っていいのは。そう言うなよ、頼ってきたのはそっちでしょ。いいから、いいから、ほら、ここ座ってお湯かけるぞ。にゃにゃって猫、ね、ギュッと変わっちゃってかわいい。やっぱりお風呂苦手なんじゃん。絶対に的にしてやるにゃ。これはかわいい。お風呂苦手なんだ、にゃって言ったね。かわいすぎる。いい湯だな。いや、今日も幸せな気持ちになっちゃったな。なんかいつシリアス来るのかってビクビクしてる反面さ、こういうところでニコニコさせられてしまうんだよな。あれ、特技に寝ることって書けるぐらいなのに、目が冴えて眠れない。寝れない、元気が有り余ってるのかな。散歩でもしてくるか。ルカなんか寝つき良さそうなんだけどな。
一気に上まで駆け上がってくるとさすがに息が上がるね。わ、見たことない鳥だな。よしよし、チッチッチッ。おっと、もう行っちゃうのか。明日も変わらず晴れるかな。晴れるといいな。よし、ちょっとした運動もできたし、いい加減眠れるだろう。帰ろっと。やっぱあれかな、こんな世界だしさ、いつもは元気に見えるルカもさ、なんて言ったらいいかな、こう思うところがあって寝れないとかもあるんだろうね。ストーリーネタバレくらいたくないから挨拶だけしきやす。ロラさん、こんみや、来てくれてありがとうございます。すぐに逃げてくれ、今ならまだ間に合う。ここはまだセーフじゃね、多分。鶴ゆうやさん、こんみや、来てくれてありがとうございます。3章クリアおめでとうございます。難易度的になんかやっぱクリア難しいのかな。昨日さ、ゆきの声優さんで合ってるかな、もうやっとクリアできましたって言ってたよね。なんかちょっとしんみりしちゃったね、ルカのあのシーン。やっぱ思うとこあるよな、そりゃこんな世界だもん。そしてデイ16。300人に宮王子見守られてしまってましたが、夜だけだからあれ。昼間は大丈夫。あ、今日祝日？フリータイムだ。なんだっけ、クレイジーをあげるのがいいんだっけ。休みの日にしかクレイジーがあげれないみたいな。クレイジー一番今んとこまあまあ上がってんだけど、クレイジーあげに行くか。そしたらなんかあれだよね、映画館だっけに行って休日はクレイジーをあげる日みたいな。ちょっとここ走りながら映画館向かっていきましょうか。待って、地図の方向合ってる？ぐるーって行ったらいけるよね。オッケー。で、道中にみんながどういう祝日を過ごしているのか眺めていきましょう。私はゴミです。ごめん、あかりん、ごめん、さっき名前間違えてごめん。あの、悪意はないや、ごめんな、すまんな、ゴミじゃないから。おいしい。選択肢で十分上がってる。じゃあもういいか。他のことするか。他って何できるの？シックスセンス上げ以外ってできるのかな。しみじみとしますわ。器を上げとくと2章が楽しめる。器上げるか。器ってどこだっけ。メンタル、天然、ここか。噴水広場行きますか。この祝日、休みの日はシックスセンスが基本的にって感じか。ふんふんふん。で、ここに入ると器が上がる。結構人がいるな。え？ここで大道芸をしたら注目されそうだ。嘘でしょ。今から大道芸すんの、ルカちゃん。これ器っていうよりカリスマとか度胸とかクレイジーじゃないか。はい、します、もちろんします。なんで大道芸しようって発想になったんだろうな。何をしてみようか。悩む。この中で一番適性があるのは絶対バナナの叩き売り。ルカちゃんのあのコミュ能力の高さだったら多分ね、もうガンガン売れると思うんですよ。あ、そこの可愛いお嬢さん買ってかないとか言って気軽に声かけれると思うんだよね。これですね。バナナの叩き売りをしてみるか。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。なんでそういう発想になるかな。今日はバナナがお買い得だよ。採算度外視の大安売りセールだ。どうだい、そこのお姉さんたち、素通りされちゃバナナが寂しがってるぜ。全然売れない。仕方ない、自分で食べよう。自分で食うな。ウォルフ、この美味しさを独り占めできた幸せをかみしめよう。意外に売れなかったか。ルカちゃんならいっぱい売れると思ったんだけどな。これ大道芸に入るかどうかって言われたら、まあ入んないんですけど。
大道芸を勘違いしてるな、完全に。そろそろ帰るか。満足したの今ので。一本も売れなかったけど、バナナ食べて帰っただけだよ今。満足したんかルカね。メンタルとかだよねこれ。何がどうなって器が上がったんだ。んで、もう一回フリータイム。これはあれかな、交流とかかな、タイミング的に。お、いいタイミングだったけど止まってくんなかったな、ウーバー。これは、行きません。ごめんなさい。ちょっと、交流。おんにゃにょこたちとお話ししないといけないんで、みやち。戦ってる場合じゃないんだ、実は。ごめんな。モナニャン。これあれだ。武士みたいな人で合ってる？シッキー。シッキー？この人私あんまり知らないかも。これさ、昨日のさ、生放送、なんだっけ、あの、公式生放送で使ってたキャラクターだよね。お顔は見たことあるぞ。モナニャンは萌えキャラ？モナニャン行くか？そしたら、誰にしようかな。カンタータ様って言ったのが、この子？シッキー？モナニャン行こう。え、どっちの方が面白いのかな？待って。でもね、気になってんのがね、この子ね、クレイジーって書いてあんの。これ多分、気狂ってるのかな？どういうこと？みたいなストーリーなのかな？ここ、クレイジーってところがね、引っかかってるんすよね。行っちゃおうかな。行っちゃうか。シッキー行ってみます。ラグリスさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。シッキーもやばいの？え、クレイジーじゃないキャラって逆にいるの？このヘブ版の中に。基本みんな何かぶっ飛んでるとこない？え？何してんの、めぐみ？え？ナービーと戯れてんの？こいつらの生きてる目的って何なんやろな。え、かわいい。暇な時間にナービー見て、こいつら何のために生きてんのやろなって思うの？これは警官ですね。上に誰かいる。あそこって行けないのか。気合がありゃ。いよいよできんことはな。柳、訳せ。気合があれば何でもできると申しております。いいな、柳、訳せ。いい関係性だな。ルカが引くタイプの子、ガチクレイジーじゃん。勉強え、なんかどっかから声がした。中入れんの？あ、ちょ、休まない。そしたらじゃあ交流するか。よいしょ。はい。うん？指揮者のシッキーが女性スタッフと話をしてる。なんだか込み入った話をしているみたいだな。でもクレイジーな感じしないんだけど。私こんな気持ち初めて、ね、告白？心配しなくていいよ、小鳥ちゃん。これから私の部屋に来るといい。なんでどうするつもりだ。そういう系か。ほう、華麗なる勝負をして仲を深めよ。ほう、なるほど。小鳥ちゃんとか言っちゃうタイプ。なるほど。私の部屋でもっともっと魂の震えるような快感がこの世界にはあるということを、その体に教え込んであげるよ、四季王子。忘れた。告白かと思ったら逆ナンパかよ。急に大きな音にびっくりしちゃったんだね。大丈夫だって。今君の目の前には私がいるだろう。なんかあの今四季おじって言ったじゃん。なんか宮おじってみんなに今言われてんじゃん。私みんなからこういう風に見やられてんだって思ったら死ぬほど恥ずかしくなってきたんだけど。え、みんなからさ、宮地もこういう風な感じに見えてる？なんか女の子の足カーソルで撫で回したりとかさ、こんな風に見えてんの？めっちゃ恥ずかしい。気は合うかもしんないけど、冷静にめっちゃ恥ずかしい今。マジ？タイさんない？やば、すんごい今体がほてってる。やべ、超恥ずかしい。シッキーの方がイケメンな分マシ。嘘、宮地だってイケメンだろ。かっこいいって言ってくれよ。はあ、いや心臓めっちゃバクバクしてる今。はい、大丈夫です。心拍数めっちゃやば。
いい子だ。また後で連絡するよ、小鳥ちゃん。はい、お待ちしてます。去っていく後ろ姿も抱きしめたくなるくらい可愛い小鳥ちゃんだ。直視できねえ。そしてお待たせ。順番が待てないなんていけない小鳥ちゃんだ。私の邪魔をしたということは、それはあの感情だね。嫉妬だ。いや、普通に驚いただけなんだけど。恥ずかしい。そういう素直になれないところが可愛いよ、小鳥ちゃん。やべえ、人の話を全然聞かない人だよ。私の夢はこのセラフ部隊のみんなでハレムを作ることなのだ。やばい人だわこの人。 100% やばい人だわ。女の子全員小鳥ちゃんだと思ってるわ。だから宮地はさ、そう、今コメント書いてもらったように眺めてこうニコニコするタイプだけど、積極的に女の子声かけに行って自分のこと囲わせるタイプのやばい人だ。やばい、共感性周知がすごくやばい今。確かにここまでキザではないね。めっちゃ恥ずかしい。私ふざけてる時このくらいのこと言うかもしんない。恥ずかしい。私が指揮する可愛い小鳥たちだけのハレム、アパッショナート。アパッショナート。胸の震えが抑えられない。全員からお姉さんと呼ばれたい。思ってた以上にやべえ人。やっべえこの人は。君のことももっと知りたい。これから私の部屋に来るとすぐ部屋に呼ぶのやめな。指揮者たる私は女の子たちの身も心もつぶさに知る必要があるからね。私バンドやってるんで、ノーサンキューで。そうだったな、君も音楽をたしなんでいたんだったな。まあそこそこ成功して今でもそこそこ熱心なファンもいてくれる身なんで。面白い。私とどちらが小鳥ちゃんたちの心をつかめるか勝負しないか。なんちゅう勝負だ。あるいは逃げるか。やべえ、そこそこ熱心なファンのために逃げられねえ状況に追い込まれちまった。ユッキーのことかな。では行こう。まずいな、320人が私の共感性周知を見守っているだと。やめてくれ。マジで今ね、なんかあやべえ人だっていう笑いよりも、四季おじってコメントから一気に宮おじってこういう風に見られてんだと思って、もうゾワゾワって反省と恥ずかしさと全てが駆け上がってきました。お風呂の鏡早く磨けとか言ってごめんなさい。まあでも可愛いのはしょうがねえよな。なあシッキー、可愛い女の子が悪いよな。それは宮地も思うわ。小鳥ちゃんたちが悪いよ。私たちをたぶらかしてくる可愛い可愛い小鳥ちゃんが悪いね。配信始めるときに、今日もようこそ小鳥ちゃんで固定メッセージ。固定メッセージ変える？よいしょ。今日も、うまいの登場率が高いぞ。ようこそ小鳥。よいしょ。文字がちゃんと打てない。ハートかな。はい、固定。初見バイバイですね、これは。初見さんさようならですよ、これ。多分最初に、ここの固定コメント見た瞬間に、やべえ配信者だ、つってみんな帰ってく。はい、で、勝負で、アリーナで勝負すんの？なるほど。ちょっと今日だけ配信来てくれた人に、ようこそ小鳥ちゃんって言おうかな。音楽勝負じゃないの？そうしたいのは山々なのだが、残念ながら私のハレムはまだまだ未完成なのだよ。なるほど。何より今の私たちはセラフ部隊、見せるべきは戦う姿だ。戦いの中にも音楽はある。共に戦い戦場を支配するコンダクターの姿に圧倒されるがいい。お姉様、頑張って。応援がついてきてる。続けます。お姉様の勇姿、まばたきもしません。勝利を祈ってますわ。ファイトー、お姉様、ファイ
してんだよ。さあ、開演と行こうか。いいな。え、みやちもさ、お姉様、ファイトって言われたい。あ、こういうところだよね。よくないけど、ちょっと嫉妬した。なんでシッキーには応援団がいて、ルカちゃんに応援団がいないの？ユッキー連れてきてよ。ユッキーに応援させっからさ。小鳥ちゃん、来てくれてありがとう。待って。言うと恥ずかしい？言うと恥ずかしいからやめる。みやち、あの、言うのはダメだもん。恥ずかしいわ。ワイヤーフレームだ。どうだ？それ。同説減った。おっと、一気に片付けるぞ。みんなが逃げ帰っていく。どうだ？これやっぱこいつやべえ配信者だったなって。初見の皆さんがスッと減っていく。こんなものかい。あ、ありがとう。みやちゃん、ファイトありがとう。嬉しい。お姉様って言ってみんな。こいつはありがてえ。やばい、待って。おじさんが出てる。今日はおじさん封印するって言ったばっかなの忘れてるね。よくないわ。素晴らしいステージだったよ。宮地の応援団のぶとい声なの。うおーなの。お姉様頑張ってっていうハーレムは宮地にないの。私という存在の可能性が広がっていく。いい甘さだな。お疲れ様。聞き死に勝る鋭い戦いぶりだった。さすがは精鋭31Aの部隊長といったところだ。待って、宮地のハーレムなんかちょっと違うんだけど、雰囲気が。うおーとか、姉さんファイトーとか、なんかちょっとさ、なんかみんな応援団がなんか運動会体育祭のノリじゃない？あれ、なんか可愛い女の子っていないのか。戦い方もうまく言葉にできないけど、なんかすごかったよ。もしかしてこっちの動きのリズムに合わせてくれてたのか。演奏において大切なのは調和。あの時、あの瞬間、私たちは一つだったのだよ。私はコンダクターとして、君という楽器を調律したに過ぎない。だけど知ってしまったんだろう、私というタクトによる支配の配管を。でした。やばい、共感性周知が本当に。お姉様の勇姿で一週間お米だけで大丈夫だそう。何、今減った同説の20人の方々、可愛い女の子だったってこと？可愛い女の子は今宮地のおじさんぷりにやべえと思って逃げてったってこと？心改める。可愛い女の子が逃げてしまうんだったら、宮地はちょっともうちょっといい子になる。今から猫かぶるから。お姉さまの勇姿で一週間お米だけで大丈夫です。よし、オッケー、出せるな、みやちもこの声。感服です。シッキー様かっこいい。キャー、フレバー、フレバー。小鳥ちゃんたちには刺激が強すぎたようだ。キャー、これ君はやっぱり素晴らしいよ。正直ロックは大衆音楽と浅く見ていた。だけど君という個人を形成する大きな要因となっているのなら、その考えは間違いだ。ロックは素晴らしいものだ。え？そこまで言われると照れるな。ちょっと待って、近づいてくんな、近寄ってくんな。今から私の部屋に来るといい。じりじりと寄ってくんのやめて。今めちゃくちゃ口説かれてんじゃん。もっともっと魂の震えるような快感がこの世界にはあるということを、その体に教え込んであげるよ。待って、無理、やばいやばいやばい。宮地分かった。自分が追いかける、攻めるのは大丈夫だけど、来られるとうおーってなるわ。今じりって寄られた瞬間に、ひえやめてくれーってなった。うん。応援団逃げてっちゃった。なんてこった、宮地の応援団がもういないなんて。いや、宮地はそしたらシッキーの応援する女の子たちに混じってくるから。うん、青いコロド、どこまでできるか楽しみです。スタジオに集合。はい、ルカから返すの初めて見たな。ん、これスタジオに行くってこと？ああ、自動で行ってくれるのね。オッケー。
鏡を割りたい感覚ってこんな感じなの。新曲をフルコーラスでやってみますか。散々な言われようで草なんですけども、ちょっとでも通報した人いるしさ、ちょっとやめて、通報しないで、青木優さん、ちょっとやめてやめて今 YouTube くんスパムに敏感なんだからやめて、危ない、あ、やべ、よし、ミスった、よいしょ、あえーよ、いけるって、やってろやないか。お前は効果音出してるだけだからな。やったりましょう。いいわよ、頑張ります。まだ歌詞がないのだけど。なんちゃって英語でいいんだよ。なんちゃって英語、不思議なことに英語っぽく歌うと気持ちいいやみたいな、適当にってこと。あとでそれが作詞のヒントにもなるから結構有意義。やってみる。ユッキーよろしく。ワンツーもうちょいだな、もう一回、ワンツー。新曲ってどんなんなんだろう。この曲じゃない別の曲を歌ってくれるってことだよな。それが2章終わりのはず。もう一回きっと、ワンツー。決めどころもうちょっと合わせよう、もう一回、ワンツー。あとちょっとだ、もう一回、ワンツー。声がだんだん息切りしてきてる。何回やってるんだこれ。本当に惜しいな、もう一回、ワンツー。そろそろユッキーが切れるんじゃないか。大丈夫か。決めどころもうちょっと合わせよう、もう一回、ワンツーって無限ループやっぱりお前同じこと言い出したからな、永遠に続くのかと旋律が走ったわ。でも惜しいのは本当よ。ここまで会ってきたんですから、やりましょう。ええやないか。お前だけは気楽でいいよな。じゃあラストだ、ワンツー。あった、できた。マジすごい、完璧。やっぱ天才だな、みんな。やりました。なかなかええ曲やな、こりゃ売れるで。お前だけはプロデューサー的な感想だな聞く方がだってメインだったもんな、絶対。女子 A ちゃん、小鳥ちゃん、ようこそ。初見来てくれてありがとう。シッキーを誘ってお風呂に。これ誰か名前変えてきたと思うんだよな、絶対。え、これシッキーとお風呂まずくない？ミヤチ襲われない？大丈夫？ルカちゃんが襲われない？突然なんか体のボディタッチとか怖いんですけど、シッキーと行くの。なんか、いつもセクハラする側だったから、お風呂に恐怖を抱いたことがなかったんだけど、今初めて、お風呂に行かないという選択肢が上がっている。セラフ部隊の仲間としての付き合いはしておかないとな。いや、それ以上の関係性になっちゃわない？大丈夫？やっぱ誘わないという選択肢。自分が、だから今、反省した。今までお風呂に誘ってきた女の子たちは、ちょっと恐怖を抱きながら宮地とお風呂入ってたんやろなって、すごい反省したよ。行こう。もし宮地が大人の階段登ったら、みんな見なかったふりしてくれ。行くぞ。覚悟を決めた。シッキー、一緒に風呂行こうぜ。小鳥ちゃんからの誘いは断れないね。あ、こっちから誘ってしまった。こっちから誘ったということは、もう何されても文句は言えません。だって誘っちゃったんだもん。そう、キャンサーより危険な可能性がある。緊張してきた。なんか緊張する。どうしてそんなに離れているの。そりゃそうだろ。ぶっちゃけて身の危険も感じています。他人行儀だね。すでに一戦を共にした仲だというのに。いいこと！ルカ君、一戦って、あ、そういう意味。え？人の心を揺さぶる情熱かな。なるほど。ではいずれ本当のクラシックを君に聞かせよう。古典にどれほどの情熱が込められていたかを。音楽の世界にいるのなら君のためにもなるだろうよ。言ってることはかっこいいんだよな。
意外にちゃんとしてる。さて、風呂上がったら私の部屋に来るといい。まずい。絶対行きません。あ、ちゃんと断ってくれてよかった。でもセラフ部隊としての付き合いがあるしなとか言われたらどうしようかと思ったわ。いい湯だな。なんかここの絵に一人で初めて安心した。なんかすぐ横とかにいたらどうしようかと思ったわ。ふう、危なかったな。みんな、外すげえいい風吹いてるからさ、夕涼みに行かない？あ、今度はみんなで行くの？いいですね。いいですね。いや、なんかさ、意外にシッキーが紳士でしたね。あの、言うだけでこちらから OK というまで手出してこない、ちゃんとした紳士なシッキーおじさんだったなと思いました。見習っていこうと思います。あの、何も言わずに突然ね、ミヤちゃん無断で女の子のお胸とかをカーソルで撫でたりしますけど、シッキーは私の部屋に来ないかって言って、嫌ですって言ったら、あの、セクハラしてこなかったんで、紳士でした、ちゃんと。そのちゃんと同意得てた。あ、でも確かに部屋個室じゃないんだよね。何する気なの？他の舞台の部屋行ってみんなでうのするんか？あ、シッキーは紳士という名の変態で、ミヤチはただの変態。これ悪口じゃね？よし、じゃあみんなで夕涼みに行こうか。エルリックスさん、ゴミヤ、来てくれてありがとうございます。しゃーないやっちゃな。まずこっち、こっち。なんだよ。夕涼みって言ったら炭酸でプシュッと行きたいじゃん。ビールなんて売ってないからな。未成年でしょ。でもそれに近いのを見つけたんだ。これだ。炭酸水？ね、うちらも買わなあかんの？いかん。なんでやねん。では、乾杯。乾杯。うん、乾杯。うえ、味せえへん。味があったらビールじゃん。サイダーだろ。あれ、そう。あ、もう本当に味がしない、ただのプシュプシュする炭酸水ってこと？春も終わっていよいよ夏が来るって感じ。この春はまさに出会いの季節だったな。それと同時に戦いの始まりでもあったんだぞ。そりゃあ訓練や任務で大変なことばかりだけど、私はみんなと出会えたことの方が大事だよ。なんでやねん。うちら切り込みたいやで。その隊長が何のんきなこと言うとるんや。まあまあ、いいじゃないですか。兵士でもありますが、私たちは女の子でもあるんですから。これめっちゃ大事じゃない？兵士でもあるけど女の子でもある。なんかさ、ヘブ版のこのセラフ部隊の女の子たちはみんな命がけで戦ってるけど、なんかそれ以前に一人の女の子であるから、だからこそなんか日常パートが大切というか尊いなぁとも思うし、なんかその分ちゃんとなんていうの、日常パートで楽しいこといっぱいしてほしいなぁみたいな思うし、このね、女の子であることを忘れてないところが三一A はとても良いと思います。大事。なんかちょっとこれ、この言葉見たら喋りたくなってしまった。タマまで何言うとんねん。みんなのんきなもん。いや、それを忘れないためにルッカののんきさはすごくいいと思うよ。いつまででも続いてほしいぐらいだ。残念ながら無事な保証は全くねえな。ユッキーでも？むしろハッカーは一番体弱えわ。ギター背負ってツアー回ってたお前より強いと思えたか。めっちゃ頑丈に見えるよ。どうに踏まれても平気そうじゃん。女性としてひでえ言われよう。ツッコミの勢いの問題じゃない？でもメンタルはそうかも。いつもみんなにズバズバ言うし、たまに怖いし。好きでツッコミやってるわけじゃないからな。ほんま、先が思いやられるチームやで。お前が言うなよ。待って待って、今のさ、こんな日常がずっと続けばいいな。ああ、そういうフラグみたいなこと言わないで。いや、今のさ、あのめぐみんのセリフのさ、このほんま先が思いやられるチームやでって言った時の表情がさ、でもそんなお前らが好きやけどなって顔が言ってたよね今。
先が思いやられるチームやで。いや、あの表情は、でもそんなお前らがなんだかんだ好きやでって絶対言ってる表情だった。秋桜でコスモスって読むんだっけ？コスモスショコラさん、初見コミヤ、来てくれてありがとうございます。ようこそ小鳥ちゃん。なんなんだこのネタ、しばらく続くんか小鳥ちゃんネタ。ミヤちゃん小鳥ちゃんって本当に言わないんだけどな。いや待って、このさ、こんな日常ずっと続いてほしいよ。もうなんかこれ以上誰かが死ぬのが嫌だし、悲しいところ見たくないし、もうずっと訓練だけして過ごさないか。なんか前線はいいよ行かなくて、あのなんか次の舞台を入ってくの待とう。 32A 舞台とか待とうよ。あ、これで終わってしまうの夜パート。いやーね、フラグなんだけど、こんな日常が続けばいいなーって言った後のこれはちょっとフラグですね。そうだよね、切り込み舞台だからさ、何があってもおかしくないじゃん。あと1週間で終わりか、第2章が。第2章の最終日が、オペレーションプレアデスでイメージ合ってんのかな。一生で前線行かなかったらどうだったのか覚えてるよ。覚えてるから嫌なんだろう。何かの間違いで死んじゃってもおかしくないんだよ、ウルカたちは。嫌だよ、ずっとこんな日常続くためには前線行かなきゃいいんだよ。行かないでくれ。へぇー。はぁ、D17、なんか結構進んじゃったな。怖え。点呼を開始してください。1 2 3 4 5 6。この後私が言うべき言葉は、今日の選択肢は何かな。一人増やすな。あ、いや、これ大事じゃない。あのさ、いつも6でやってるけどさ、カレンちゃんとカレリンの人数がね、これは足りてないので、総員6名じゃないんですよ、31A は。31A 総員7名なんで、7まで言うべきですね、これは。はい、7。あれ、1人多い。自分で今言ったんだけどな。不可思議なことに、総員6名、現在員7名であります。かやもりさん、あなたが2度点呼に答えていました。なんだからこそ日常が尊いのもわかる。そうだよね。いやそれは分かっているんだけども、あの文ちゃんのボロボロになったカニを見てしまったらやだよ。しんど。さすがです、お気づきでしたか。やり直してください。なんでやねん、あたしらまで巻き込む冗談はよしてくれ。では自室の清掃後、6630バネリカフェデリアに集合してください。はーい。確かに総員7名、現在員6名で欠員ありませんが一番正しいかもね。ん？何？自室はどうした？カフェテリアは？あれ？アリーナ空いてない？本当だな。七瀬さんがいないのかしら。お手洗いちゃうか？お手洗い。七瀬さんがいないとアリーナ開かないの？待機時間。七瀬さん、全然来ませんね。待て、これいつもの訓練パートだとしたら手塚司令がいないのもおかしくない？え、手塚司令と七海に何かあった？出撃してる？何か緊急事態が起こって手塚司令と七海がそれに対応してるけども連絡が取れない状況とかだとしたらやばいんじゃない？待って、フラグの後にこういう展開やめて。何？どうしたの？何があったの？じゃあ、私らだけでアリーナ入る方法を探す。いや、二人の身の暗示を始めよう先に。誰がエミュレーターの操作すんだよ。ユキがいるじゃん。私は訓練を受ける側だろ。なんで私が七瀬の代わりをしていいことになってんだよ。なってないのか。5人で訓練しても意味ない。そうか。
じゃあ司令官入れるしかないね。司令官を探そう。お前の中でどんな絵が浮かんでいる？え？ユッキーがエミュレーター操作して私ら6人で訓練を受ける。通るか。怒られるわ。いや、あの人強いけど。それにきっと忙しい。じゃあやっぱりナナミンが必要だな。まだ戻らんちゅうことはお手洗いでもない。いや、何かあったって絶対。これ手分けして探すか。そうするしかありませんね。みんな、ナナミンが行きそうな場所を渡ってくれ。はい。訓練の時間、ナナミンがいない方が絶対おかしいんだって。始まったかもしれんぞ。さて、みんなはどこを探してるのかな。やばい、待って、ドキドキする。フラグの跡ってところが嫌だ。やだ。シッキー呼んで、シッキー呼んで今すぐ。もうなんかなんやねんって宮地が突っ込んでるぐらいの方が情緒がちょうどいい。ここ？やだよ、シリアスマジで怖え。何かあったら放送とかあるんじゃ。放送で言えないくらいやばい。なんかさ、ロータリーモールの件、葵知らなかったじゃないですか。なんか緊急紹介任務みたいなやつって、多分他の部隊に連絡行ってないんじゃないかと思うんだよね。だから、ナナミンとか手塚司令何かあったとして、ことが大きくなると混乱招くだけだから、一部の人間だけで問題に対応してる可能性っていうのは全然あるんじゃないかと推測してます。ここ？誰がいるの？よう、カリリン、どんな感じ？いそうなところを探しているつもりなのだけど、私気づいたの。何に？七瀬さんの行きそうな場所を知らない人に。確かに何が好きだかあんま分かんないな、七海って。みんなで、うん、で、はいと景気よく分かれたものの、みんなどこを当たるんだろうと不思議に思ってたところ。ルカさんも。明日からはハチミンが出てくる。ナナミンって7代目のナナミンなの。やめてよやめてよ。7人目のシミュレーターを操作する人だからナナミンみたいな、やめて。うん、だから当てどなくさまよっている。ここは不吉なことを言うな。みんないてもおかしくないけど、いたらいたでなんで訓練を忘れているの、うん、ってなる場所。なるね。ナナミンに限ってすっぽかすなんてことなさそうだしね。ないから絶対おかしいんだって。誰かに聞いてみる。そうだね。ねえ、七瀬さんを知らない？見てませんけど。ありがとう。ハズレでした。情報収集してくって感じ。いや、基地の中じゃないんじゃないかな、ワンちゃんって思ってんだけど、どうなんだろう。4章5章で本当に7人目とかだった、翼っちが司令官室前にありそうで怖い。いや、ゼロじゃないよね、この世界観じゃん。いつ人が死んでもおかしくないし、戦闘員としての要因じゃないから、いなくなったらはい、じゃあ次補充みたいな立場だから、いつも淡々と喋ってるみたいな、だから感情を押し殺してるみたいな設定が後から来ても全然おかしくないんだよ、ヘブ版の重さって。はぁ、あ、怖い。待って、待って、急に怖くなっていくんじゃん、やめて。なんで自分で妄想して考察して怖くなってんだ。ね、私気づいたの。何に？七瀬さんの行きそうな場所を知らない。みんなね、そうだよね。気づいちゃったか。そうだと思ったよ。みんなで、うん、絵で、はいと景気よく分かれた分気まずくて、みんなには当てがあるんだろうし。安心しな、この私ですら当てどなくさまよっている。よかった、私だけじゃなかった。カリリンは安直に教官室に行っていた。安心の一言。でもここは司令官室。2番目に安直なことは自覚してる。まあ司令官に呼ばれていたらそっち優先しそうだもんね。ああ、なるほどね。いない方がいいのか、いた方がいいのか、よくわからない。そりゃいた方がいいでしょう。じゃあ入ってみる。うん、手塚司令官に聞くのが一番良くない？開かない。鍵が閉まってるね。いないってこと？そうだね、
良かったのかしら、良くなかったのかしら。訓練できないから良くはないだろうね。やっぱ何か問題が起こってると思うんだけど。まだ探すよ、当たり前でしょ。諦めたらどうなっちゃうの、バッドエンドかもしれんやん。いやいや困りますよ、アナミ見つけるまで終われませんです。ここは誰だ、ほいしょ。つかさっち、いい推理だったね。確かに司令官に呼ばれたら優先ってのはありえるから、いい線ついてましたね。うち気づいてもた。お前もか。みんな気づくね。七瀬の行きそうな場所知らんわ。あんな家でって景気よく飛び出していったのにね。やめろや。こんな教室にいるかな。おるかもしれへんやろ。シーンとしてるけど、あいつかて隠れて泣きたい時もあるんや。七海、シーンシーンとしてるけど、繰り返すな、適当で悪かったな。この点ちゃんと推察していったつかさっちは諜報員でしたね。外かよ。いしょ。あ、アリーナ、アリーナ前結局戻んの。ユッキーとかハッキングで見つけられないのかな。ナイス、ハッキングできない。戻ってきたら空いてましただったらいいんだけど。え、ここ歩くの初めてじゃない。ここって歩けんの。よう、ユッキー、気づいた。なんだよ、聞くなら気づいたじゃなくいただろ。みんな揃って気づいてたから。確かに、ユッキーもそうだろうなと思って。相変わらず意味わかんねえわ。だってユッキーも安直にアリーナ探そうとしてたんだろ。なんだよ安直にって、いるかもしれないよ。東大元暮らし的な ね、まあ、ね。でもやっぱどこも空いてねえわみたいだね。なあ、よくよく考えたらさ。うん、何何。七瀬の行きそうな場所知らない。気づいた、いた、気づいてた。ました、見つかってもないのに何喜んでんだ。いやもうみんなにそれを言ってもらうゲームみたいに私の中でなっててさ。いやあのユッキーも言うか。そうか、あんなわっって息巻いて解散したのに。ユッキーだったらいや、いそうな場所知らねえだろうって突っ込みそうなのにな。喧嘩売ってんのか。ユッキーが怖い。いじりが強くなってる。確かにだんだんいじりが強い人がどんどんこう、なんていうの、順番じゃんこれ。最初はこうあんまり普段からいじんない人で、だん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 いじりが強い人っていう順番にされてるよね。最後じゃあお玉かな。なんかすごいちっちゃいところ、あ、座ってるだけ、何してんの。よう、お玉さん、もう何も言わなくてもわかる。寝てる、寝てんなこれ。え、探してもいないんだけど。寝てる。まだ夜じゃないよ、今寝たら夜寝られなくなるよ。はっ、私寝てしまってましたか。うん、このままじゃ夜型人間になっちゃうと危険を察して起こした。すみません、助かりました。お玉さんはなんでここに。だってここが一番気持ちがいい場所じゃないですか。七瀬さんもこんな場所だったら気分転換に来ても不思議ではないと思いまして。いやー、七海そんな自分の役割をほっぽり出しては来ないと思うな。そうですか。気持ちよさそうって思ってきて、気持ちよくて寝ちゃったタマちゃん、かわいいな。ほら、ここには実際七海はいないわけだしさ、わかるだろ。はっ、私が寝ている間に通り過ぎてしまったのかも。違う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 、ここには来ないと思うな。気づいてくれ、なぜなおたま。私らは気づいてなかったからだよな。こんなに高くて風が気持ちいい場所なのに、私が寝てしまったせいですみません。いやい
かして。ルカだけ別のゲームやってるからな。うんうん、いいよいいよ。全員寝てしまっていたんですか。今の真面目な顔で。そんな世界の終わりみたいな絶望をしているんですか。まあ人類ピンチだし。そうならないよ。たゆまぬ努力を続けていくのが我々じゃないですか。そのためにも早く七瀬さんを見つけましょう。そうだね、その通りだね。おたまさん寝てたくせに一人だけ真面目なこと言ってるのめっちゃウケるんだよな。正論ちゃ正論なんだけど。あ、すんごい真面目な顔だったけど彼女寝てましたからね。マジお前言うでしたよ。ここ行くの？ほい。ん？じゃあ結局ここら辺にいるってこと？あ、じゃあ、ん？ここ？この奥？たまちゃんの勝ちですね。確かに大番狂わせでした。絶対言ってくれると思ったもんな。私は私が一番ナナミンと仲良く過ごしてきたんだ。みんなのようにはならない。お前、こんなところで何してるんだ？え？ナナミンがいるかと思って。膝のこと言え。まったくだ。ナナミンのお風呂。なになに、怖い怖い。うちの隊長もそうか。あんなナナミンが行きそうな場所を当たってくれって息巻いてたの。やり返されとる。どこにおるんかな。ごめんなさいでした。ルカが素直に謝ってる。いやー、いいですね、このエピソード。諦めちゃうの？え、まずくない？ななみに何かあったらどうすんの？さて、どうする？もう遊んじゃう？一番ダメだろ。ねえ、もう一度司令室に行ってみてもいい？まあ、司令官に聞くのが、そりゃ一番手っ取り早いわな。うん、さっきは鍵が閉まってたのだけど、他に行くあてもないですし、行きますか。手塚司令どこにいるかとか、なんかみんなに聞いたら見つけられそうな気がするんだけどな。司さっちなんかね、ポンコツなのかしっかりしてるのかよくわかんなくなるけど、とりあえず可愛いよね。鍵が開いてる。よっしゃ、入れんの？失礼します。あ、いるじゃん司令官。あなたたちどうしたの？七瀬さんがいなくてアリーナで訓練できないんです。え、今日はアリーナ使えないわよ。定期点検なの。それは七瀬さんから伝えてもらっているはずよ。なんだ、びっくりした。定期点検が存在するんなら先に言ってよ。マジでナナミンに何かあったかと思ったね。ねえ、手塚司令、本当に宮地ドキドキしてたんだよ。あんなフラグの後でさ、やばい、ナナミンと手塚司令官に何かあったのかもってさ、ドキドキした気持ちわかる？ねえ、宮地に謝ってよ。定期点検なの先に言ってよ。もう、伝えてもらってないよ。そんな大事なこと聞いてないんだが。ああ。天候の後に私が消え、いいえ。は？おい、何だったんだよ今の時間。おい、うわ、もう今ばっかりよ。もうユッキーと同じ気持ち。今だけはテヘペリンコって言え。獣のように怖い。逃げろ。ユッキーやれ、やってしまいなさい。あなたたちね。先が思いやられる。もうマジでビクビクしたのに。全てはルカの。でもなんか今あれだわ、初めてあの 31A がルカに振り回されてる気持ちをミヤチも味わったわ。こうやって毎日振り回されてるんだね、みんなルカに。いつもさ、ミヤチはルカを操作してる側だからさ、あんまりさ振り回されてこなかったけど、こうやって振り回されるんか。メンタルやられる。しんどい、もう。で、あ、マリー、マリーだ。え、マリー言っていい？柳さんだっけこの人。柳さんもいるけど、ごめん、待って、これはマリー、マリー、マリー一択。
泣いちゃったらどうしよう、交流って泣くようなストーリーになってる。マリー、君の話を聞きに来たよ。幸せになってるかい？なあなあマリー、今君は幸せかい？聞いてるマリーね、教えて。マリー今幸せ？あれ、マリーが転院してなくてほっつき歩いてる。珍しい。今からちょっくら仕入れです。何を？キャンサーの皮です。キャンサーの皮収集、頑張らなくていいよマリ。まだ頑張るのですか？もう頑張らなくていいんですよマリ。マリ、こんなキャンサーの皮まで収集して店員まで全部やって、なんでそんな。よかった、ギャグっぽい感じのりかな。キャンサーの革製の財布を作るためです。確かにそれはちょっといけてる。持ってたいかも。私も欲しいから手伝ってもいい？はい。もう一人ぐらい連れてくるよ。マリーのお母さんがコメント欄にあふれ返ってる。ガチャで出てきてマリー、皮を集めてねマリー。マリーのお母さん怒るぞ。ヘリポートで待ってます。よかった、なんかすごい誰を誘う、すごいこうなんて言ったらいいのかな、シリアスな感じだったらどうしようかと思ったけど、ギャグっぽいノリかい、ギャグっぽいノリっぽくない？それなら安心だ。そしてミヤチは連れてくんだったらカレリン連れて行きたいな。あの火力が欲しい。いた、もうカレリンの居場所分かってきちゃったわ。ルカさんどうかした？ちょっとデート行かない？こういうところがおじさんなんだよ。カレリン、ちょっと一緒にキャンサーの皮集めない？マリーがキャンサーの革製の財布を作るからキャンサー狩りに付き合ってほしい。すごいものを作ろうとしているのね。ああ、最先端のアイテムだ。もらえるかもよ。いらないけどお手伝いはする。いらないって言われちゃった。マリ誰でゲス？そんなやつ知らないでゲスね。ちょっと二重で追いかけて、あの悲しみを追っかけさせてくんのやめて。ダブルで心にパンチを食らっとる。キャンサー上がりをデートにしてしまう天才。デートみたいなもんじゃない？だって今からヘリ乗るんだよ。ヘリポートしよう。そりゃさ、ちょっといいデートでしょ。ここは天才剣士に任せてください。ああ、分かっていると思う。ひさめっちー、ゆっきねさん、こんみやん来てくれてありがとうございます。頑張らなきゃ。では行きましょう。両手に花だなこれは。カレリン結構はっきり言うよね、可愛いからいいんだけどね。でもなんかさ、そこがまたいいよね。3位チームのみんなって基本結構はっきり言うから、だからこそルカといい感じの相性でやれてる感じもする。多分こうルカのあの暴走に対してなんていうのか、溜め込んじゃうタイプの人はストレスが溜まると思うんですよ多分ね。一気に片付けるぞ。これ彼でいれば余裕でしょ多分。マリーと彼どっちかにしなさい。無理。どうでしょう。もっと欲を言うならここにお玉も入れてほしいかな。やってきましたね。お玉もダメ。殺し上がってください。あれ小鳥ちゃんね。小鳥ちゃんまだ言うの、もうシッキーもういなくなったからもういいんじゃね。あれ言うのさめっちゃ恥ずかしかった。なんかなんていうのかな、相手がいると思うと恥ずかしい。ここで勝手に相手がいない、向こうが聞いてない状態っていうのかな、で好き放題言うのは別に恥ずかしくないんだけど、コメントの方というのは今皆さんが聞いているということなので、なんか急にね羞恥心がブワーってくる。生々しい音が。生きのいい皮が収集できました。マリそいつは良かったね。マリ手を洗って。プルプルしてる。えでは戻りましょう。怖っ。やっぱ闇の家業なんやなマリー。キャンサーの皮ベリベリ剥いでた。見てていい？どうぞ。
すごいな、剥いだばかりの生きのいい皮で財布を作るんですね。すごい綺麗だね。音符ついてるけどやってること結構すげえぞ。ありません。この世に存在しなければ自分の手で生み出すまでです。マリー、すごい少年らしい。頑張らなくていいのですよ。シャキー。はい、できました。お一つどうぞ。なんだこれ、生まれて初めての手触りだ。キャンサーに触ったことが初めてだからですね。なるほど。お連れさんの分もどうぞ。ありがとう、きっと喜ぶ。え、あれ、碁石作ったのってあれ皮を剥いでたんだっけ。おい、キャンサーの革製の財布。あんなメリメリって音だったっけ。いいの、音がなかった気がする。あら、スタイリッシュかつ機能的。いいアイテムをありがとう。いらないって言ったのに喜んでくれてよかったね。マリーとキャンサーの皮収集。これで絆レベル上がったからいろいろ解放できるかもしんない。鱗か。え、あんなね、生々しい音でベリベリ剥いだ記憶はないんだよね。一緒にお風呂入って。お風呂に行こうかな。誘う。マリー、一緒にお風呂行かない？はい、ご一緒します。やったね。いいシャンプー仕入れてくれませんか？あと、絶対に曇らない鏡、絶対に曇らない鏡を仕入れてあそこに配置してくれませんか？マリー、意外、すごい筋肉じゃん。調達とは今日のように狩りのようなものも発生しますから。なるほど、鍛えておく必要もあるってことか。はい、幼少の頃から日々鍛錬でしたね。すごい努力家だな、私も見習わなくちゃ。あー、偉すぎるよマリー。今ぐらい少しプニプニしていた方が可愛らしいですよ。そう、じゃあ訓練する。やめとけ、死に物狂いで訓練しろ。ちょっと待って、たまに乱暴な口調になるの怖い。もっかい言って。やめとけ、死に物狂いで訓練しろ。はいはい。やめとけ、死に物狂いで訓練しろ。はい、かわいい。この声がかわいすぎる。あ、お値段通りの曇る鏡。そっか、確かにお値段通りなんだもんな。マリーの仕入れる品はおじさんが出てしまって。見逃してくれ、おじさんパートだけみんな飛ばしてくれ。見るの通報して。マリ、ダメ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 。まずいって。いや、今回はそんなセクハラしてないって。やめとけって3回言ってもらっただけですよ。いい湯だな。うん、今日もいい日だったね。おまわりさん、この人です。ちょっと何の話だろうね。みんなあんまり宮尾寺のことをコメントするんじゃないよ。ねえねえ、ゆき。あ、またなんか涼みに行くの？だよ、まだ寝てなかったのか。好きな人いる？恋バナだ。やめろ、修学旅行の夜じゃねえんだから。真剣な話だよ。いねえよ。昔にはいたの？いねえから、ハッキング一つだったから。今はいや、好きだったでしょ、シーズレジェンドの茅森ルカ。ねえ、ファンだったでしょ、ハッキング以外も好きなものあったでしょ。いや、これ、ユッキーに好きな人がいなかった。待って、これどっちかでだいぶ低程度が変わってこない？心配するとしたら余計なお世話だよみたいなことを言うと思う、ユッキーは。で、安心するって言ったら、なんでだよみたいな。何に安心するんだよ、意味がわかんねえよみたいなツッコミかな。間違うと修羅場？そうだよね。待て、しっかり考えろ。自分がまず、女の子だとして、女の子なんだけど、女の子だとして、今自分のこと女って思い込むとこから始まったんだけど、みやちが女の子だとして、例えば好きな人から、昔に好きな人いた？って聞かれます。いなかったよって言った後に、心配するって言われたら腹立つわな。これ安心ですよ。なんで安心してんだよ。いや、
いたらどんな相手だろうって気になって眠れないじゃん。俺以外の女と、俺以外の男か自分の性別がもう俺以外の男のこと好きになってるのなんて見らんねえよみたいな、そういう気持ちに多分やっぱさなるじゃん。だよね、安心したってやっぱ言ってほしいと思うんだよね。ならよかったな、ぐっすり眠れ。うん。ルカさんはいなかったの？まだ続けるのか。テレビ番組も出てたし、一発の芸能人。ユッキー気になるでしょ本当は。他の芸能人さんとだって連絡先交換し放題ね。本当だな。どうなんだよ。意識したことなかったな。周りが芸能人だったのに。あの時の私は自分の歌がこれからたくさんの人たちに届くんだって、それに対してドキドキしてたな。音楽が恋人みたいな感じかな。めぐみんは自分のサイキックが本物だっていろんな人に伝わるときドキドキしない？めっちゃする。わかるんじゃねえかよ。やっぱり自分の本気が相手に伝わるかどうかって時はみんなそういうもんだと思う。私も館長として船出した日はドキドキしました。そういうこと。私たちの力もこれから実践で試されていく。なるほど、それはドキドキする。そう考えるとちょっとは楽しめそうじゃん。そうだな。そうかもな。ためになる話です。というわけで限界。いい舞台長だな。寝つきだけはいいな。いや、なんか今のめちゃめちゃいいシーンじゃなかった？なんて言ったらいいかな、こう舞台長としてこうみんなの意思をというか、やっぱ器のデカさがさ、ちょいちょいルカちゃん出してくるよね。なんか辛いことがあってなんかうわーって時とかに思い出すような言葉をスッとくれる感じ。わー、さすがだなー。今日は寝つきが早かったですね。ね、そう、油断するといい話になるから、みんながおじさんおじさんって言ってるコメント、あえてちょっと見ないようにしてた。見ると笑っちゃうから。今私はいい話を見ているんだってなってた。宮地は中身におじさん入ってませんよ。ちゃんと女子ですよ。ね、わかる？舞台長やってる時のルカちゃんマジで良くない？なんかさ、いや、うまく言えんな。こう、トップが堅苦しいだけって絶対ね、良くないと思うんだよ。なんかこの、親しみやすさがありつつみたいな、本当にね、ルカちゃんって舞台長としてバランスが良すぎると思う。今日は何日まで予定？どうしよう。今何、14、んちゃ、15、16、17ってやったの？ 3 日もやったの？18、19、20までいけるかな？いや、時間で決めよう。23時くらいを目標にやっていこうと思います。ラストまで見たい？ちなみに明日休みだからラストまでいけなくもないんだけど、こっからラストってどのくらいまでかかる？結構ある？ 25 日で終わりだっけ？ 18、19、20、21、22、23、24、25、8日。じっくりやると結構かかる。うわぁ、分けたいかなぁ。そしたら結構ありそうだよね。今日行けるところまで行って、次回でいいかな。日にち余裕で変わる？まあ、じゃあまぁ、ちょっとやめとこうか。足早になっちゃうのやだな。丁寧に読んでいきたい。で、うわってなると火曜日か来週の。うわ、次の日仕事で泣くのやだな。体重そう。いや、とりあえず進めていこうかなと思います。よいしょ。火曜日、やだな、2章の終わり見んの。絶対泣くんでしょ、だって。次の日仕事なのに。天候を開始してください。ななみん！あ、ななみん！会いたかったよ、ななみん。生きててよかった。会いたかったよ、ナナミン。そんなにくっついてこないでください。今は転校中ですよ。後だったらいいんだ。よし、めっちゃくっつこ。
ユキさんが嫉妬してる。そうね、修羅場や。えらいことですね。何も言ってねえだろ。1、2、テンコですね。そして3、ハチミンの可能性あるかな。いや大丈夫。5、あれは私がいつも見ているダナミンだったよ。女の子を見間違えるはずがないだろ。6名、決意ありません。あれ、了解です。今日選択肢がない。今日は司令官から連絡事項があります。これはきっと朗報だ。あれ、ふざけた選択肢は。今まで朗報だったことはあったか。今週の土曜日、学力テストを行います。ちょっと腹痛の予定がありまして。別に秘宝でもねえわ、普通だわ。やだ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 。自信のない人は復習もちゃんとしておくように。そんな支離滅裂な、部活と勉強両方頑張れって言ってるようなもんじゃん。頑張ってただろう。頭は悪かったよ。バンドがあるからさ。そりゃ悪かったな。この窮地を生き抜くには知識もほどほどに必要なの。私たちだっていつまでバックアップを続けられるか分かりませんから。そういうフラグみたいなこと言うのやめてよ。本当に七瀬かなあ、七海。本当はこれ八だったりしないか、八瀬八海とかだったりしないか。もうフラグ立てんのやめて。ええ、選べな。ちょっと目つぶってぐるぐるやって当たった方にします。選べないよこんなの。どちらも寂しいよ。はい、あれ押せてないや。はい、あれ。もうじゃあナナミンだよ今は。はい、ナナミンと離れるのは寂しい。司令官とは構わないな。どっちも寂しいって。気兼ねなくしごけます。司令官とも寂しいです。手遅れだわ。そういうケースもあり得るということだけ覚えておいてください。はい、いい子か。なお赤点の場合は戦闘で支払われる給金としての GP をカットします。ボーナスカットみたいなもん。遊べなくなるじゃん。もともと遊んでる場合じゃない。お玉が飲み物買えなくなってしまう。頑張らなきゃ。これ死活問題だよ。なるほど。マウス止めて目を相手から押せばよかった。確かに。変なことして事故っちゃった。歴史は普遍のものに感じるかもしれないが、時代とともに変化していくものだ。例えば、そうだな。歴史はちょっとやだな。かやもり。かやもりさんなら風邪で休んでまーす。星崎さんも休んでまーす。お前だ。目の前にいるじゃないか。くっ。6人しかいない授業でよくそんな嘘をつこうと思えたな。鎌倉幕府が成立した年は西暦何年だ。いい国。答えてみろ。え、いい国だよね。待って、これなんか今変わったんだっけ。宮地が知ってるのはいい国なんだけど、なんか今いい国じゃないという噂を聞いたことがある。あれ、待って、これ年齢バレるやつだ。あー待って、いい国じゃないんだよね。いい国。92年、私はそれ。やっぱそうだよね。いい国作るの鎌倉幕府だろ。以前は1192年とされていたが、研究が進んで源頼朝が守護地頭を置き、権力基盤を築いた1180年。知らないよ、おかしいよ。変わるの何。鎌倉幕府からいい箱作ろう鎌倉幕府になったわけだ。いやいやいや、歴史を勝手に改造してるんじゃないですかこれ。変えんのやめようよ。せっかくみんなさ、絶対語呂合わせていい国作ろう鎌倉幕府から覚えるってくらい言いやすいじゃん。何いい箱作ろうって。ゆきねさん、冷凍パスタ食わせたい、入ってくださってありがとうございます。え、みやち、みやち21歳だよ。21歳もいい国習うよな。なあ、え、てか普通にいい箱よりいい国のが有名でしょ絶対。ほらね、ほら、いい国の語呂が良すぎていい箱が定着しない、だからみやちもいい国で覚えてしまってるんですよ。いやー、いやー、単純面会ですね。 QED 行きましょう。そうして歴史は変わっていくのだ。歴史変わっちゃっていいのか。これ待って、宮地の年齢がバレてしまう。宮地が本当に21歳だってことがバレちゃうね。みんな揃ってるわね。作戦の最終段階になるフェーズ5の内容は
ポイントデルタに工作部隊を配置し、共闘砲を設置することよ。と言っても、あなたたちの仕事は援護なので、終了までポイントベータ付近で警戒待機ね。工作部隊が設置するまで、周囲を紹介してあげて。山側からキャンサーの増援がないとも限らないから、見つけ次第殲滅するように。それも可能な限り、共闘砲から離れた位置で。どうして？共闘砲近くで戦闘して、流れ玉でも当たったら目も当てられないでしょ。なるほど。確かに。 31A は近距離戦闘が主体だから、踏み込んで一撃で倒したら。 30B がある。 30D もある。 30G しか宮地見たことなかったけど、 30B と 30D もちゃんと存在してるのか。違う、ん？ 31 か。でも 30G と 30B 2部隊あんな。おー、宮地が思ってる以上に部隊いっぱいある。そういう意味では速度が求められる状況ね。このフェーズだとほぼ敵はいない前提だけど、敵の不意な増援には注意するように。それとこのフェーズでは交代で休憩を取っておいてね。問題なく工作部隊が共闘砲を設置できれば撤退よ、うん、ポイントアルファを経由して基地へと戻るわ。今回は訓練だから規定時間が経過したら終了よ。茅森さん、また難しい顔をしてるけど、わからない言葉でもあった？全部ちょっとゆっくりゆっくり読ませてくれ。まず、よいしょ、どっからだ？こっからだね。うん、あくまでも援護で、工作部隊が共闘砲の設置をするけども、そこから可能な限り離れた位置で戦闘をして守るのがお仕事かな。一応前提は敵がほぼいないはずだけど、気をつけてねっていう感じ。交代で休憩を取んなきゃいけない、うん、OK。 キャラがいないだけで部隊自体はあるんだね。宮地てっきり30なんちゃら部隊で壊滅してんのかと思ってた。ではちょっとルカちゃんが何か分かんなかったら聞こう。宮地はもう分かったよ。あー、なるほど。前回生きる意味を問うたんだっけ、幸せを問うたんだっけ。殲滅、不意な増援。まあ、やっぱたまにさ、なんか今私なんでこんなことしてんだろう、生きるってなんだろうって思う時ありますよね。そんな時手塚司令官ないですか？生きる意味は？生きる意味がわからないのです。それは何なのですか？生物学的に答えるなら種の保存でしょう。めっちゃ真面目に答えてくれる。哲学的にはもっとそれぞれに意味が存在すると思います。しかし、そもそも人類が滅んだ時点でその問題ごと吹き飛びます。人類を救ってから考えても遅くないと思います。どうでしょう？どうでしょう？幸せと同じじゃね。終わり。幸せを聞いた時もさ、人類が滅んだ時点で問題ごと吹き飛ぶって司令官に言われちゃったよね。つまり司令官が言いたいことは、んなことどうでもいいから敵倒せ、ということ？こんなひらがなの質問に真面目に答えてくれる司令官優しいな。BGM シリアスになるのほんとくすね。でもいいこと言ってんだよ、めちゃめちゃ。ほら。哲学的にはもっとそれぞれに存在する意味が存在すると思います。ちゃんとね、それっぽいことが言ってくれてるの。でも、そんなことはいいから早くキャンサー倒せって思ってると思う。そうでしょう。よろしい。前もあったけど、なんなんこのやりとり。私に聞かれても。さあ。これらが全部終われば、作戦終了となるわ。とはいえ、撤収作業も作戦の一部だから、最後まで気を抜かないように。おい、家に無事帰り着くまでがライブ。ああ、大事だね、これ。それ遠足だ。いや、ライブもそうだよ。では、訓練プログラムを開始します。行ってらっしゃいませ。行ってきまーす。確かに今日くるくるパーまだいただいてなくない？くるくるパーかーって今日まだ一回ももらってないっすね。ね、わかる？日常パーツが、パートが平和すぎて忘れること。よし、今回は楽できるぞ。油断してると足を救われるぞ。ほら、敵さんだ。
なんか 3HP との絡みがなくて寂しいな。うん、多分そうだよね。キャンサー殲滅して平和になった時に改めて手塚司令官教えてくださいよ、生きる意味って何って言ったら、多分ね、すんごいちゃんと答えてくれる気はする。これからあなたたちが生きていくのはこういう世界で、今までとはこう違うから、だからこうするためにこう生きていくのよみたいな。一気に片付けるぞ。なんかちゃんとすんごい丁寧に教えてくれる。ここじゃー、そう、私に任せな。くるくるパー不足で栄養失調になる。いや、メアチがくるくるパーカーあげるよ。ました、くるくるパーカー。いや、やっぱダメだ。手塚司令官のくるくるパーが欲しいね。雪をぶち殺しやがってください。泣いてるトムさん、こんにゃってくれてありがとうございます。だいぶそうだね、今第2章のデイ17?18? どんくらいだっけ ?17 くらいかな。乗ってきましたね。最後の、あの、訓練あたりです。18か、ありがとう。私に任せろ。こいつに対して耐性があるようだ。なんかさ、これよりさ、もっと上のスキル持ってるんだけどさ、あの専用スキル。SP が重くてあんま使ってないんだよな。司令官の SS でくるくるパーカーいいね、それ欲しいな。しい、お疲れ様でした。作戦行動完了です。戦闘地域が公平部隊の行動範囲にかかっています。注意してください。公平部隊はデフレクタで守られていないのよ。これじゃ本番では相当な被害が出る。手塚司令官のこの指摘、気持ちがいい。葵が足を引っ張っています。そうだよ、しっかりしてくれよ隊長さんよ。スモモたちの命がかかってるにゃ。専用スキルは基本的には切り札で、ボス戦以外はあんま使う意識なくって大丈夫って感じか。ありがとう。なるほどね、ガンガン使っても回数に限りあんだもんね、確か。はい。これどうしたらいいの？いや、葵ちゃんの助けてあげたいと思う反面、自信をつけるんだとしたら一人で立ち向かわなきゃいけないところもあると思うんだよ。でもここでかばわないことによって葵ちゃんが辛い目に遭うのも目の前で見ていらんない。どうしたらいいのこれ。もう聞かないでストーリー進めてくれ。勝手に音で進んでくれないか。いや、そろそろ独り立ちする葵を見守ろう。その通りだよ。ちょっと待って、じゃねえよ。加勢するとは言ってないよ。あらさまに態度変えなくてもいいだろう。助けないけど加勢する必要はないんだって。足を引っ張っています、ごめんなさい。なんか地味に難しいな。ちょっとあんなことは葵に言いたくなかった。ショック。割とすんなり入ってきたんだ。あんなこと言わないでよ。輸送車の護衛と違ってもう敵はほぼ撃退している状況だから、目の前に問題がないことが多いせいよ。なるほどね。短期間の戦闘とは違って集中力を持続させる必要があるわ。集中力だなんて私に一番ない力じゃん。言い切るなよ。そうだな、そこは気合で何とかしなさい。警戒待機はもう大丈夫だろうという油断が一番怖いの。絶対に途中で気を抜かないように。では、分かりました。今日の訓練はここまで、解散。お疲れ様でした。葵ちゃんなんかあの言葉の後何も発しなかったけど、どう思ったんだろう。え、突然なんでルカさんそんなこと、かやもりさんか、なんでそんなことって思うよね。へー、フォローさせて。うん、新しい商品、アリーナのレベル3。これあれじゃない、砂じゃない、ついにポカーンってしたのかな。ポカーンって言ってほしかったな。だったらツイッターマシュマロ投げてるねって、何いおりさんのマシュマロ。今宮地マシュマロなんかやった？アリーナで訓練しようかな。
やっと砂だよ。もうプリズムバトルでライフ使うの本当にしんどいからやめてほしい。結構使っちゃったんだよね。訓練に来た。そうだよ。起動。ちょっとみんなに見てほしい。もうプリズムバトルで砂を結構ね、確保して、こうか。よいしょ。ほら見て、結構強化したんですよ。で、なんなら、その、ザンのみんなの強化が追いつかなくなったのが、足んないのが砂よりも、この、溶液が足んなくなってきて今。砂は足んないっちゃ足んないんだけど、溶液が今足らんのよ。34しか持ってないっていう。結構大量に持ったと思うんだけどね。すごい使うわ、溶液。あ、マシュマロ募集中のやつ？あれ、自動ですね。あ、宮地がなんかツイートするやつじゃなくて、なんか自動で、マシュマロ募集中ってなんか、週1くらいでやってくれるやつらしいですね。ねえ、溶液あんなにいっぱいあったのに足んなくなることがあると思わなかった。うんうん。あ、サブの方のやつ。あ、あれはもうサブに移行したから OK のやつです。ほんわかの方がもし届いちゃってたら、終わりにしてるから、あってなっちゃうやつかな。いや、溶液ってさ、なんか最初の方のアイテムそんなになんか足んなくなることないと思ったんだよ。これだからみんなあれなんだね、アリーナの周回のスピードが大事って言うんだね。確かに1個でも欲しいってなるもん。血が騒ぐな。あれ一括強化って言ったから分かってなかったけど、毎回20個とか要求されてんだ。別の方法を考えた方が良さそうだぜ。999個あっても1人を最大強化する頃にはなくなってる。1人に1000個くらい使うってこと。どうだ。へえ。全キャラ育成ってどんだけかかるんだろう。血が騒ぐな。ありがとう。当たり前なくらい使うんだ。やっぱじゃあアリーナはしっかり引っ返しよう。その調子だ。たまに朝とかね、やり忘れていっちゃったりするんだよ。夜にアリーナ周回する、こっちでお見せログインする時間とかないと、あー今日無理だって言って、アリーナのね、抜けて入って押しないで入れちゃったりしててさ、良き未来が見えます。だの溶液がなくて何にしてる。使わせてもらうぜ。あ、SS がそんなにと余っちゃうんだ。なるほどね。まあ、じゃあ今は一番育て中、全員を一気に育ててるから余計に足んないんだろうな。よいしょ。これでさ、多分全員今のメンバーが育て終わったら、こっからは追加するキャラクターを一人ずつ育てていけばいいから、今よりは楽になる気がする。あ、シャトルランってやつがここで出てくるのね、溶液。はぁ。上級2を15時間回しても300個落ちるかどうか。300か、すぐなくなりそうだな、300なんて。だって私結構あったはずだもん。あれ、もうないの？と思ってびっくりした。あたしらならやれるさ。好きにはさせねえ。その調子だ。みんな冷静にな。は、このようなものはいかがでしょう。タクアールさんでいいのかな。こんにちは、来てくれてありがとうございます。今の時点ではだいぶ強化できてる方。あー、よかった。結構ね、強化優先した方が。シャトルランじゃない、なんだっけ、イベントとか、プリズムバトルとかもいろいろ強くなっていいのかなって。スコアアタックとかもあるし、ちょっとね、育成優先室長に対して耐性があるの。ライフ使ったね。はさせねえ。やるね。そしてちょっと暑くなってきたんです。エアコンつけてきていい？この時期にエアコンつけてもらうのかな。使わせてもらうぜ。どうだ、私に任せな。やるね。このチャンスいただきましょう。えい、こいつは効くぜ。ま、こんな感じ。よいしょ、戻りました。
まさかこの時期からエアコンが必要になるとは。なんかめっちゃ暑いの私だけ。今日って天気でもあんま良くなかったんだっけ。外出てないから今日ね。今日宮地実はさ、お仕事お休みでお休みしてたからさ、時間感覚もわけわかんないし、今日なんか土曜日の気分なんだよね。ずっと今日湿度高め。あ、そのせいなのかな。雨降ってて寒い。嘘、なんかすんごい暑くって、さっき恥ずかしい思いした時くらいからかな、体がポカポカしててさ、今ちょっとつけちゃおうって思ってつけちゃった。蒸し暑い、ジメジメ。あー、なんかあれだね、まだやり足りぬ。6月近づいてきてるから、やっぱ梅雨の時期の気候になってきてるかな。私に任せな。その調子だ。任せな。かっこいい。ちょっとなんかスキル見たいな。一回オープン。みんな冷静にな。いや、全然スキルポイントたまんないわ。どうだ、当たれ。かかぶってるんですか。え、まだやり足りぬ。なんかわかんないけどめちゃめちゃ暑い。ヒャッシャッシャー。ここは、SP が足らん。おっと、一気に片付けるぞ。こいつ、あ、これあれだ、アーモンドアイだ。捧げましょう。やっちまえで。私に任せろ。戦い方を改めて、ダバリやがれ。やるね。これどうなんだろう、エンハンスの方が強いよな、絶対。キリキサーム今のメンバーに万能ピースユニバーって作るのはまだもったいないよね。代をしてもそれなりに強い。やめてもらえませんか。よし、チャンスだ。あ、そういうことか。これ相性がずっと悪いんじゃん。ザンの相性が悪いせいか。おつであります。なるほど。え、宮地さ、ザン3人もいるからさ、この打属性しんどいんだけど。めっちゃもうクリアタイムがクリアタイムがひどすぎる。とりあえずクリアはしたけど、これ厳しいな。だが、お疲れ様でした。レベル2とかはね、全部44秒とかでいけたんだけど、1分超えちゃってるとさすがに遅いなって感じするよね。で、自然を感じる。これで交流か。テンネちゃん、クレイジーはた、ん？クレイジーある。あ、カード持ってないの私これ。なるほど。この子は、あ、大島6つ子、大島姉妹で、これも持ってないのか。まだみんな結構クレイジーが必要なんだな。そしたらイノリンだけか今できるの。じゃあイノリンのとこ行きましょう。打属性ブンちゃんでオッケー。ブンちゃん、ブンちゃんってだ、ちょっと待って、みんなに一応聞いていい？今のメンツ気に入ってるからあんま変える気ないんだけど、実は SS 今持ってる使ってるやつの他に、あとブンちゃんと、ブンちゃんトツじゃね、ブンちゃんとあとロリータ先輩持ってまして、これチェンジした方が良かったりしますか？このまんまがバランスいいかな。ロリータパイセンがどういう役割なんだ？演舞で注目を集めつつ進化を引き出したセラフでゴーなんちゃら。ロリータ先輩はディフェンダーだから耐久ってことか。はぁー、ブンちゃんはマリーと相性がいい。これだよね、氷のやつってことだよね。なんか誰と入れ替えたらいいかが分かんなくってさ、ブレイカーだからユッキーと入れ替えになっちゃうのかな。3章まで行くとユッキーが厳しい。
じゃあ全員今の子たちの育成が終わったら文ちゃん育成するって感じかな。 OK、 ありがとうございます。 SS だから火力高いというわけでもない。 S を突すると貫突するとなんかめっちゃ使えるんだっけ確か。ということで、うん、イノリンの交流します。ミヤが何か一生懸命話しかけてる、うん、せめてこちらを見ていただけませんか。うわ、なんて失礼な人でしょう。何してるんだ。ちょっとヒートアップしてる。お、なになになに、どうしたの。あーなるほどね、まあまあ、はいはい、大佐の相性てあげてよ。かやもりさん。はい、かやもりです。イノリンと約束してて来たんだ。休養じゃなかったら後にしてもらえると。イケメン。これはそうでしたか。それでは私は失礼させていただきます。夏目さん、私の話考えておいてください。なんだろう。うん、助かったよルカ。さすが私のソウルメイト。好き。いやマジでさ、あのルカちゃんも小鳥ちゃんって言いそうじゃねこの感じ。ちょっと待って、みんなのこのコメントのアドバイスを読みたい。ザン・トツ・ダのいずれをメインとした3パーティーを作っとけば楽で、それに合わせて変えとくのが、変えながら戦っていくのがいっちゃん楽ってことだよね。ドリータ・パイセンはピンポイントで刺さる。3章でお世話になった人が多そうな感じ。ちょっとじゃあ、ブンちゃんとロリータ・パイセンも育てる余裕がありそうだったら育てるか。確かにルカはいやらしさのないセクハラだね。確かにね。え、でもえ、それやったらミヤチもいやらしさなくない。あ、もうやめよ。もうまた、いや、お前はおじさんだって言われちゃう。もうやめよ。勝手に私の心の声のように喋るな。やった、今日は一発でイノリの声が聞けた。余計なことをしようって。当たった。イノリンの考えてること分かったぜ。まあなんか困ってるみたいだったからさ、余計なことかなって思ったけど割り込ませてもらった。いやこれイケメンだよなマジで。ありがとうって言ってよ。感謝している。声真似がちょっと似てるし雰囲気。あれ、また当たった。やべ、もうイノリンと私一心同体じゃん。一心転身だ。似たようなもんだろ。そっか、全然違うか。あ、ちょっと待ってくれよ。どこ行くの。ん、どこ行くんだ。何に困ってたんだろう。イノリン、どうしたのイノリン。言いたくなきゃいいんだけど、さっきのは勧誘だ。何の勧誘。サンマル G に来いとか。だったらイノリンうちに来てよ。ありなの、そんなの。日本伝統文化保存同好会への勧誘だ。何それ、この基地そんな部活みたいなのあるの。でも確かにイノリンの格好を見たら誘いたくなるか。イノリン嫌なのかな。私の持つ文化は残すものではない。うん、意味深。どういうこと。何か食べんの。交流ってギャグばっかじゃないんですか。なんかちょっとシリアスな雰囲気するんだけど。その席がどうしたの。私、ああ座れってこと。なんだろう。あ、おかえり。
って何その高そうな入れ物。え、お茶？これってちっちゃい竹ぼうきみたいなのでかき混ぜる本格的なやつじゃない？はいはいはい、お茶を立てるとか言ってやるやつ。ピーン！もしかしてこれイヌリンが作ったの？抹茶だ、飲め。かわいい、めっちゃ顔染めてる。これがイノリンのさっきの感謝の気持ちってやつか。ありがとう、十分気持ちは伝わったぜ。かわいい、いただきます。そんなあからめた顔で睨んでくるなよ。祈りの剣術は殺すための剣術だから残すような剣術ではないと。あれか、剣道とかってさ、守るための剣みたいな感じじゃん。なんかあの人を殺すための剣じゃないけど、イノリンの剣はあくまでも人を殺すための剣みたいな感じだからってことか。武道とは違うぞっていう、相手に礼を、礼儀なんていうのかな、感謝の気持ちを持って切るとかそういう概念がないみたいな感じのとこなのかな。ユッキーは一撃で仕留めるのではなくて、とつって SP 周りのコスパ良くして小回り聞かせながら使うキャラ。あ、そうなの？ユッキーはとつんないと正しい使い方ができないみたいな感じ。ブンちゃんの交流はギャグでもうるっとくる。やめてよ。どっちまで来んのずるいよ。なるほどね。さっきがめちゃめちゃギャグだったからさ、ギャグやろうって思ってたら急にえってなっちゃった。ん？あ、メッセージ、あれ？今ので終わったんじゃないの、フリータイムって。あ、また葵からだ。はい、で、またバンド練習かな。トッツのことトッツっていうのやめろ、待って。この曲もそろそろ歌詞を書いてやらなくちゃな。そうね、なんちゃって英語のままじゃケツとかさ、人に聞かせられない。え、そう、ユッキーの交流やったんだけどまたケツの話してたわ。というわけで30分後にみんなで持ち寄る。え、何を？飲み物をか？何言ってんのさ、歌詞に決まってるじゃん。みんなで考えんの、歌詞を。書けねえわ。これこそ才能いるでしょ。まあ、義務教育を受けてたら誰でも作詞はできる。かやもりるか。嘘だろ。だって言葉の数を合わせるだけだよ。それが難しいんでしょ。よかった。サイキッカー兼作詞家か。悪うないわ。みんなで考えていいとこ取りするってことでしょうか。うん、それこそがバンドである理由だと思うんだ。なるほど。その前に兵士なんだがな。電柱に書き込むなり声を吹き込むなりすればいいから。じゃあ一回解散。そんなさ、作詞してきてって言われて30分で作詞なんかできんの？どうすんだよ。こうね、これだから天才はね。みんなで見せ合いっこする。このポエムをかよ、超絶恥ずかしいんだから。だから同時にだよ。いいねいいね、ユッキーのポエムめっちゃ気になんな。緊張します。行くぞ、せーの、よ、お願いします。ユキさんのかっこいいです。うちの読み上げて、読み上げてね。このあたりすげえいい。司さんのここ歌ってみたい。でもさすがかやもりさんですね。じゃあちょっとずつ組み合わせていくな。これを組み合わせるのもまた才能だよな。すげえわ。できた。曲名はダンスダンスダンスだ。みんなのを寄せ集めたのに。どの曲だ？すごいまとまり。聞いたことある曲かな。それだけ全員同じ方向を見ているって証拠さ。これはカツルですね。じゃあ早速これで歌ってみる。え、今から聞けんの？ということは演奏すんだな。ここに集まったってことはそういうことさ。くっそ。ワンツー。あー、聞けない。どうだい？聞かせておくれ。ものすごく気持ちよかった。その言葉が全てね。ちゃんと新曲なんだ。
え、なんか今までの戦闘に流れた曲じゃなくってまた新しいやつってこと？もう、いやなんかさ、宮地がやってる別のソシャゲはさ、そのアイドルたちがアイドルのやつやってんだけど、初めてライブとかで歌うときに聞いてください、新曲ですって言ってやるけど、私たちゲームプレイしてる側からしたらもう知ってる曲みたいな、あ、この曲を新曲として出すのねみたいな感じだったりするんですよ。なのでそのパターンかなって思ったけど、まだ聞いたこともない曲ということ。なるほど、うちのワードも炸裂しとったわ。私のもです。じゃあ次の曲作るぞ。はあ、ええわ。え、スパンがそこら辺のバンドレベルなんだけど。もうちょっと上に浸らせろ。ということはユッキーも感動しちゃってるってことか。アルバムとか出せちゃうんじゃないの？作っただけだよ。本当かしら。ねえねえ。あー、うっせえ。お、イベントプリズムで流れまくる。なるほど。今日そこで聞けるんだ。いっちごちゃんのやつかな。帰るか。あれ、葵だけいない？心配だな。探してみようかな。葵がいない。なるほど。反対側か。よいしょ。カレンちゃん、どうした？怖い。一人でなんか湖、何ここ、池に向かって笑っている。どうしたの？はい。ユッキーは攻撃力高いけど防御力が低い。今のやつ、あの、ツッコミは強いけど攻められると照れちゃうみたいな、あの可愛いやつの話してる？あ、喋ってよ。あ、喋りかけられる。え？ああ、葵の居場所なんか知るかよ。まっすぐ家に帰ったんじゃないかにゃ。同じ部屋に住んでんでしょ？そんな他人事みたいに言って。あ、みんないる。カレリンだけいないってこと？じゃあ。なんでカレリンだけいないの？何してるみんなね。あ、ちょ、待って。ジム入っちゃったんだけど、待って、出て。なんで？ 31A に話しかけらんないんだけど。いた。やっと見つけた。あ、ここにいたの？あれ、こんな時間なのにまだトレーニングしようとしてたの？はい。すごいな、葵は。休憩時間ぐらい休めばいいのに。ぼーっとしてる時間を作るとダメなんで。あー、ハイパーサイメシアだから？はい、いろいろ思い出してしまって。忘れられないんだもんな。キャンサーを倒すのってセラフだよりじゃん。筋力鍛えて意味あんのかな？もちろんありますよ。あくまでもセラフは武器であって、それを扱うのは我々ですから。だったら砲撃の方が楽そうだな。私なんて両手でバッサバッサ切らないといけないからめっちゃ大変だぜ。支えたりとか違う筋力がいると思いますよ。葵は盾だよな。珍しいよな、盾って。もしかしたらセラフもセラフィムコードのように自分が一番奮い立つ形になっているのかもしれませんね。じゃあヒサメッチってなんで銃なんだろうな。葵は盾だと奮い立つの？武器の方が奮い立つじゃん。かやもりさんは特に二刀流なので。そうですよね。でも誰かのためになりたいという気持ちは、攻撃するというより守りたいという気持ちなので、葵は盾でよかったです。葵は私みたいにすぐイライラしてフラストレーションを発散したいみたいに思うタイプじゃないだろうし、まあぴったりかもな。でも最近エミュレーションも難しくなってきて、全然守れてないって歯がゆく思うことも多くて。私はそういう時は心の中で私が一番強いと思うようにしてるけど、宮地もよく私天才って言うもん。かやむりさんらしいですね。私の場合は何でしょう。そうだな、葵は盾だから。ん、無敵。爆発はダメでしょ。これなんだ、なんて呼ぶの、急素ってこれでこうやって読んだりする？窮屈の窮？わかんないな。
これ9素で合ってる。あ、合ってた。あぶねえ、恥ずかしい。違かったらどうしようって思いながら言ったんだよ。9素で合ってたがよかった。9素猫を噛むとかに使うのこれで合ってるかな。まあここは葵ちゃんに自信をつけてほしいんで無敵ですかね。無敵って思えばいいんだよ。歌詞的に言えばインビンシブル。確かに盾を手にインビンシブルと思う。なるほど、参考にしてみます。邪魔したな、トレーニング頑張れよ。はい、ありがとうございました。こうやってちょっとずつ葵ちゃんに自信をつけていくのが第2章って感じなのかな。イノリンだ。風呂の準備をして立っている。もちろん、もちろんですよ。聞く必要はありますか、その選択肢。インビンシブルは宮地初めて聞いた単語でした。ルカちゃんの頭が良すぎて困る。シャワ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 。その9層ね、あ、待って、お風呂タイムだ。お風呂に集中しよう。イノリン気持ちよさそうに湯船に浸かるね。あー、表情が想像できるね。ほら、そんな肩肘張らない。お風呂に失礼だぜ。イノリン剣士なのに細いね。これ今多分腰触ろうとしたでしょ。じゃないから、そんな身構えないで。細いというかしなやか、逆に達人って感じでかっこいい。おお、背中は色っぽい。どこ向けても褒める。恥ずかしいだろうな。褒められたとこバッて隠したら今度背中褒められてもうってなってる感じが可愛いですね。いい湯だな。インビンシブルは無敵、インビジブルは不可視。インビジブルはボカロの曲の歌詞で聞いたことあったから、インビジブルと言い間違えてんのかな、ルカちゃんって思ったけど、インビンシブルで合ってるんですね。失礼しました。あー、なるほどな。いや、ルカちゃんやっぱさ、ちょっとエスっ気あるところがいいよね。可愛い女の子をいっぱいいじめてほしいもんですね。したらちょっとお花摘んできてもいいでしょうか。もうちょっとだけ今日続けようと思うんで、少々お待ちください。はい、まだ今戻りました。いってらっしゃい、ありがとうございます。ということで、オペレーションプレアデス決行まであと5日迫ってきてんね。終わりが。お風呂を覗くのはインポッシブルなミッションだが、インビジブルになることによってインビジブルだってこと。難しいカタカナ使うのやめてくれ。何言ってるかわけわからん。もうこれでデイ18が終わりと。今日じゃあデイ20くらいまで行こっかな。そしたら次回デイラストまで行けそうじゃない？2章。
おかえりじゃなくておかおじいになってる。よく1次元は直線、はい、2次元は平面、3次元は立体の世界と表現される、うん、4次元は時間を加えて4次元ポケットとかだよね。そして5次元はその時間が無数に存在する世界とも言えるのだが、かやもり、このような異なる時間の世界のことをパラレルワールドとか、パリピワールド、パラソルワールド、嫌だなパリピワールド。テストあるって言ってたから正解した方がいいかな。いや、でもなんかパリピって私たちと生きてる時間、世界が違うんじゃないかなって思う時あるじゃないですか。だから多分パリピワールドなんじゃないかな。宮地とパリピ多分、ね、生きてる世界が違うんですよ。だからそういう意味ではパリピワールドが正解だと思う。パリピワールド不正解だ。じゃあダメ、まあ、31A がパリピ集団みたいなもんだ。そっちかパリピなの。やめろ、違うわ、一緒にすんな。正解はパラレルワールドだ。これパラレルワールドってなんかイメージまた違うんだけど、平行世界みたいな。タイムマシンのある世界、五次元はパラレルワールドが存在する世界ということだ。へえ。まあこれは分かりやすく言っただけで正確ではない。そもそも3次元にいる私たちには4次元や5次元の世界をイメージするのは難しいだろうな。ふーん、某猫型ロボットでなんとなくイメージはあるんだけどな。4次元はてててててて。ってパリピ光明って何？孔明、孔明、孔明の罠とかに使う感じだね。それ警戒が主な任務だから気分のメリハリが大事ね。はい、そういうの苦手なんだよな。フェスでも自分らの出番以外暇なの。あれなんとかならないの？他のバンドを楽しめよ。休憩を取ることも仕事の一環だから、休憩中は必ず休むように。交代で休むのだから、誰が休んでいて誰が警戒しているかきちんと頭に入れておいてね。間違えると当てにしていた攻撃が来ないなんてことも。なるほど、それはまずい。休憩の順番は誰からでもいいの？順番は任せるわ。よくある方法は陛下が同じ者同士が交代で休むことね。 31A なら茅森さんと相川さんが交代で休むと。はい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 、近距離戦に対応する人員が確保できるわ。葵はどうするんだ？盾って他にいたっけ？そこまで厳密じゃなくていいわ。前衛後衛で分けるだけでもいいのよ。はい、大丈夫です。じゃあいいわね、訓練を進めるわよ。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。はーい。今パリピ孔明っていうアニメやってんの？初めて聞いた。みんな突然何の話してんだろうって思っちゃった。はえー、何、孔明がパリピなの？何それ。敵が全然来ない、目つむってても。ルカこういうの苦手そうだな。だから言い訳あるか、絶対寝るだろ。おたま寝てんじゃねえ。これサイキックでビリッとさせて、電気が出るショックペンみたいに、それで目を覚ます。危険すぎる注文してくんな。うちが電気放ったら相手は落雷に打たれたように真っ黒焦げや。そんな力があるなら戦闘で使えよ。おっと、水打たすくらいしか見たことないんだけどな。ユッキーは休みなしなって、かわいそうだよ。ユッキーが泣くよ。なんで私だけ休みなしなんだよって、おかしいだろうって。10個ぐらい突っ込んでくれそう。言うて2章ももう終わりかね。なんか私はずっとドキドキしてる、2章が終わっちゃうことに対して。みんながやばいやばいって言ってるからさ、文ちゃん以上の衝撃がさ、どんなのかが想像つかないんだよ。いちごちゃんを好きになるような衝撃が待ってるってことっしょ？異世界転生系の諸葛孔明バージョン。諸葛孔明が現代に転生してきてパリッピになっちゃうって話ってこと？きえー！時間が基本深い、あ、オートが5分になってる。オンでいいでしょう。時間が基本深く、言えない、不可逆だから4次元のパラレルを考えにくい。一気に畳みかけようぜ。
敵をぶち殺しやがってください。こいつありがてえ。そうやって言われてしまうとパラレルワールドをちゃんと理解してるかって言われたら理解していないかもしんない。リボーンに出てくるなんか別世界のもう一人の僕みたいなそのくらいしか分かってないんだ。っやっちゃうやっちゃうやらせてー。確かにそうだよね。ユッキーが休んだらツッコミがいないから代わりの人材いねえな。やるときはやるんだぜ。見直したろユッキー。私もやったわ。いいですね、この会話もニコニコですね。ゆかちゃんウィン。だいたい合ってる。よー、察しがいい。クリア。そうですよね、そうですよね。あー、ブースターとチップは更新してますか？してないかも。おすすめつけちゃってんな。訓練終了です。ミスらしいミスはありませんでした。今日は問題なかったわね。ほんとフェスみたいにすっごい暇だったんだけど、これで良かったの？敵はあんまり出なかったな。逆に集中力が途切れそうで辛かったくらいや。撤退中も数体くらいしかキャンサーを見なかった。作戦範囲はほぼ相当後よ。実際も敵はいないわよ。出現確率はランダムにしているから、こういうこともあるの。でも油断すると痛い目を見るわよ。常に敵がいるかもしれないと想像しておくことが重要よ。まあここまでずっと訓練やってきたわけだしな。そうですね。31A の皆さんの動きにもロスなく合わせられるようになってきました。いい状態に仕上がってるわね。明日でフェーズ5訓練も最終日。気を抜かずに当たってちょうだい。もうほぼほぼ終わりじゃん。解散。お疲れ様でした。あ、そう、あのブースターとかのやつは積んだら買うくらいで OK って前に教えてもらってて、でなんかどんどん更新されてくって言われたから、積むまでは買いに行かなくていいかなと思って放置しちゃってた。今日も疲れたな。夕飯なんよ。なんか久しぶりだな、ご飯シーン。食べ物だといいですね。おいタマ、おいタマ、エロい。え、勢力とは言ってないからエロくはないだろ。すんげーシンプルなツッコミやった。エロい。おいタマ、そういう風にすぐ思うめぐみんが一番エッチいのでは？ん？どうした？立ち止まって。首筋のあたりがゾワッとした。何？緊急連絡。有明ドーム南 4km にキャンサー。これあれじゃないの？ロータリーモールだっけ？じゃない？出撃準備を行い、ヘリポートに集合。ロータリーモールに違いない。マジかよ。なんだよお前の首筋のあたり。虫の知らせを的確に察知したじゃねえか。ゼカちゃん動物みてえだな。首筋してんだよ。なんか有効に使えそうだよ。使っていけよ。何言ってんだ。葵に連絡しておく。ルカにバカでも見るみたいな目で見られる日が来るとは。みんなすごいな、地震を予測した動物みたいな。なんか、ロリータモールだったらミヤチは喜んでいくし、ミヤチの首筋もゾワッとするかもしれない。葵がいれば大丈夫だ。一緒に倒そうぜ。はい、期待に応えられるよう頑張ります。お疲れ様です。ヘリの出撃準備は完了しています。有明ドーム南、埋め立て地の南東でロータリーモールを発見したわ。あなたたちの哨戒担当区域の奥よ。やっぱりな。また前回と同じとこかな。なんだよお前かっけえな。今日覚えたよ。移動する気配がないという報告が紹介部隊から届いているわ。逃走する敵への備えだけど、葵さんが参加するのよね。はい、かやむりさんから支援要請を受けまして。葵さんのスキルで足止めして 31A の打撃力で沈めると。なるほど、悪くない手段ね。連携のタイミングが肝になるわね。葵さん、あなたが 31A を指揮しなさい。私がだなんて差し出がましいです。訓練を思い出してみなさい。あなたはすでにその能力を身につけているわよ。そうでしょうか。葵、司令官の言う通り。これは激アツだな。ついに葵が先頭に立つ感じになってきてるぞ。かっこいいのか悪いのかわからないセリフすらかっこよく聞こえるよ。了解です。ユッキーがめちゃめちゃ混乱してしまっている。前に
ルカが耳が特別とか言ってなかった？耳が特別？え、なんかあったっけ？ちょっとアーカイブ見返すわ。耳が特別なんかあったっけ？全然覚えてないかも。惚れた弱みですね、完全に。何言ってもかっこよく見えてしまっていたよ、完全に最後は。なんか逃がしてた、なんか前回さ、逃がしちゃってルカちゃん結構気にしてたから、自分たちの手で仕留められてよかったよね。ロータリーモールのところまでナビ頼む。了解。葵ちゃんが 31B よりも 31A の方がうまくやっていけそう。なんかさ、それもさ、ちょっとさ、みやち複雑だなって思っちゃって。いや、もう私的にはもう全然 31A 入っちゃいよって感じなんだけど、なんか例えばさ、白虎とかさ、古獣がさ、この様子を見てさ、なんか 31B 捨てられたって思っちゃわないかなってちょっと思った。なんか 31A と毎日夜バンド練習してるわけじゃん。だから必然的に 31B と過ごす時間が減っちゃってるわけで、まあ、なんていうかな、やってやりましょう。残された側の目線になったら寂しいよなって。なんかいちごちゃんとかがあんなこと言ってるから居づらいのもきっと分かってくれてるとは思うんだけど、それでもやっぱちょっと寂しさは覚えちゃうんじゃないのかなって気はしてる。ユッキーのお腹の音に対して言ってた？ちょっと待って、確認するわ後で。それアーカイブまだやりたいな。チャイム鳴る前のポーって音みたいに放送前にさっき何、チャイム鳴る前にポーって音鳴る？それ知らない。さすが一気に畳みかけようぜ。コジュー寂しがってそうだよね。こいつありがてー。ラッコだって寂しいし、絶対ほれぼれとしますって思ってるんだけど、どうなんだろう。なんか 31B のみんなの気持ちが見えない。おっと、乗ってきましたね。なんか、なんて言ったらいいの、悪い意味で見えない。なんか、なんだろう、何考えてるか分かんないんだよな、 31B の他のメンバーが。いちごちゃんとかが敵対心むき出しなのを見て、他のメンバーはなんか、ミエたちが見てないところで葵とどう接してるんだろうみたいな。待て待て、なんかもっとね、2章の後半まで来れば、なんて言ったらいいかな、わかるかなって思ったの。 31B が何を考えててどうしたかったのかっていうのが、こんなに何も進まないんだと思って。なんか進んでる、ストーリーは進んでるんだけど、いちごちゃんの秘密とかなんか謎みたいなものが何一つ解けてないじゃん今のところ。だから、マジってずっと思ってる。せい、あの子だ、悪い影よ。実験の、実験の、はい、どうだ？名前、あ、それなんて呼ぶの？忘れてもらっては困りません。金本さんの、その子の、天の気がする。君様、参ります。いいぞ、もっとやれっていう子。読み方が分かんなくなっちゃう。チャンスだ。このようなものはいかがでしょう。ネタバレ、あ、ネタバレはね、宮地がね、めちゃめちゃ疑問口にしてるけど、今宮地はこれ口にして考えてるだけ。ネタバレはダメだぞ。でもめっちゃ気になる。もっとね、 31B のみんなと仲深まっていくと思ってたんだよ。あ、セイカって読むんだ。ありがとうございます。樋口セイカでヒグミンね。これセイカか。ありがとうございます。そうね、セイカはまあそうですね。ヒグミンはマジで何考えてるかわかんないけど、それはさ、なんかまあヒグミンのキャラクターとしてありだと思うの。いや、なんか例えば古獣とかはさ、イチゴの味方、味方とか敵って言い方もあれだけど、なんかイチゴのことをなんかさ、スモモちゃんみたいに崇拝してる、なんていうの、崇拝とも違う、なんて言ったらいい、なんか一緒にいるとかそういうわけでもないけど、なんかだからといって葵ちゃんにべったりな感じでもないっていうか、はい、こいつでどうだ。あまり聞いていないようですね。私に任せな。そしたら未だにこいつの倒し方がわかんない。あ、逃げられた。これさ、どうしたら倒せんの、このゴールドホッパーって。まあ、こんな感じ。これいつも倒せないんだよ。自分の手でやっても倒せないの。ゴールドホッパーってどうやって倒したらいいの。一旦で逃げられちゃうの。なんか結構ね、ダンジョン
記憶の迷宮とかやってても出てくるんだけど倒し方が分かんないんだよな。冷静に行こう。ヒット数が多い攻撃をするしかない。初手スタンとか古銃の強攻撃、オーバードライブとかを使っていかなきゃいけない。エクストラターンがないとダメなんだ。ここか。てか1ターンで逃げちゃったらもうどうにもならんよね。前回の探索範囲に含まれていなかった区域だ。私らが来るのは初めてだな。古銃が必要になってくるんだ。めぐみんのスタン、もう宮地持ってないんだけど全てを。エキストラターンがあるときは3連撃の ×3 の攻撃、通常攻撃を2回すればいけると。つまり18ヒットブレイク、18ヒットでブレイクするからそこまで行きたいってことね。敵中。なるほどな。あ、おたまさんも通常攻撃3ヒットなんだ。ブラッティダンスってさ、1回の戦闘のダンジョンでさ2回しか使えない専用スキルだけど、使ってもいいくらいゴールドホッパーってレアな。一気に片付けるぞ。エスシャルとかも便利。ほう、古樹の、あ、ここはオートでいいや。古樹の封印がまともな対策。スタン技のヒット数は、この流れに乗ろうぜ。いつでバラバラじゃ。続きます。もうとにかくエクストラターンが必須みたいな感じなんだ。すごいです。私に任せな。エクストラターンって拾うやつだよね、ダンジョンとかで。なんか対 10% アップみたいな感じの流れで拾うやつのことって合ってるかな。レアドロップを落としてくれるんだ。ダンジョンで見かけたら専用技使ってても倒したいくらいにはレア。はぁ、あれは何でしょう。あ、でもゴルフの巣窟があるから無視しても大丈夫。経験値がうまい。あ、アイテムよりも経験値なんだ。そこだろ。へぇ、あ、ストーリーのやつは落とさないから、ダンジョンの時は死に物狂いで倒したいって感じ。ユッキー、マリー、カレリン、おたまが3ヒット。あ、結構3ヒットいるじゃん。じゃあいけそうだな。アクセの枠開けるアイテムもらえる。なんかそれ、アクセいじってくるにあったな、枠開けたりするやつ。やってやりましょう。あー、なるほどね。わかった。ストーリーは無視で、ダンジョンで見かけたら倒すように気をつけるわ。ありがとうございます。ストーリー出てくるのは経験値が美味しいと。それめっちゃ重要アイテムなの。まだやり足りぬ。一個だけ宮地持ってるわそれ。敵をぶち殺し上がってくれ。一個持っててなんか大事そうだから使わないようにした。これで基本ザントッツが3ヒットだが1ヒット霊界でルカが2ヒット、ピャックが1ヒット。あー、なるほど。じゃあ宮地でさっき言ってもらったのはそういうことか。ルカ以外のザンとトツのみんなは3でいけると。小国見たま、参ります。ありがとうございます。ストーリーではガン無視で送って、経験値もプリズムバトルの方がいい。あ、そうなんだ。満足できない。まあでもライフ使うっていう意味では、まあ、天然の経験値いっぱいくれる敵みたいので、まあいいっちゃいいって感じか。それないと3章クリアできない。発見しました。そんなにロータリーモール、間違いありません。来たぞ。いいですね、後ろ姿。ようやくですね。コテンパンに乗してろやないか。青い、指揮を頼む。はい、皆さん私に力を貸してください。いいね、青いちゃんが指揮してくれんの。これをもとに自信をつけてほしい。あ、やり込み要素って感じ。あ、そうなのね。なるほど。まあじゃあ、そこまで深く考えなくていいや。オッケー、ありがとうございます。
もう加速するな。3つ空いてるアクセなんてそうそう落ちないし、敵をぶち殺しやがってください。開けられるアイテムはすごく、いつでバラバラじゃ。畳みかけましょう。私に任せろ。まあアイテムが詰まったら考えようかな。そしてちょっとね、これは自分で倒すぞ。使っちゃえ。やるやるやる。キリングタイム。新曲これ、これダンスダンスダンス初めて聞いた気がすんな。え、聞いたことある？ないよな、この曲。もう違う？元からある曲？え、初めて聞いた気がすんだけど。なんだ、これがダンスダンスかって、ダンスダンスダンスかと思ってしまった。使っちゃう？これ。いや、待って。もったいない。ちょっと待って。貯めて、ブラッディダンスにしよう。ほい。敵をぶち殺しやがってください。キャ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 。え、餃子と戦った時もこれ流れてた。嘘。このままぶっ倒してやりましょう。キャキャキャ。なんかやっぱさ、曲流れてるとさ、テンション上がるよね。とりあえず DP 割れたから、チェンジからの、これで、こっちで、待って、溜まってない SP が。そしたら、しょうがない、もう一回殴ろう。星よ、粉物たち、幸あれ。インディゴインブルーって曲。どうだ。これがインディゴインブルー。オッケー。これでどうだ。覚えれるかな。外郭は破壊した。頼む葵。はい。任せてください。え、今宮地いっぱいスキル使っ。逃がしません。使おうと思ってた。おお。なんの？え、みんなこれ食べんの今後？もう、え、あれがモンブランなの？ちょっと気持ち悪かったんだけど、ブワーって開いたら形態変化してるぞ。今までにないパターンだ。でも逃げませんね。なんかやだ。ああ、葵のおかげでクッパーって逃げられないって悟ったようだぜ。相変わらずかっけえな、お前。正面からの戦闘なら私らの土俵だ。みんな最大戦力で突っ込むぞ。ああ、了解しました。もう加速するな。さっきの星の墓標っていう曲なのね。なんか名前が怖いな。星の墓標、なんかまた考察するようなタイトル。え、あ、あ、 DP が復活しちゃってる。え、待て、え、どうしたらいいんだ。待って、星屑の航路かけた効果は残っている。じゃあ今のうちにヒット数が多そうな子でガンガン殴って、ここでハース使うのめっちゃ悔しいんじゃが、しょうがない。ほい、ショックイミ様。こっからの方が硬いのかな。力逃れるスペルの問題は。いつでどうだ。あ、割れた割れた。オッケーオッケー。いい火力してますね。一気に行こうぜ。これでキャラキャラ、とりあえず使って、どうしよっかな。通常攻撃するしかないよな。ほい、ショックイミ様、参ります。待ってました。あ、これがインディゴブルーっていうの。インディゴインブルーか。初めてタイトル知った。まだまだ到来。これいつも流れてるやつだよね。
わあ、どうしよっかな。溜めたさもあるな。タマちゃんでこれ使いまくって。いや、待って。一回エンハンスかけちゃう。ほい。このようなものはいかがでしょう。くー、いいね。ひゃひゃ。あ、バフかけ切ってからやるんだ。あー、なるほどね。はいはいはい。このチャンス、いただきましょう。え、でもさ、エンハンスが足りないな。もう一回通常攻撃して。ここじゃ。どうだ。ボス戦ってちょっとこういうところで大した火力入れないんだね。行こうぜ。とにかくバフかけてバフかけてゴーンって感じか。したらこれまたエンハンスかけて。敵をぶち殺しやがってください。こいつはありがてえ。キャッキャッキャー。でこの後に星屑もう一回やって。キャッキャー。よいしょ。これってブラッディダンスからのこれで完璧じゃないか。星よ、この者たち幸あれ。くぅ、いや、これマジで強いよな。キリキザーム、キリキザーム、キリキザーム、カレンちゃんの火力黒焦げにしてやるぜ。カレンちゃんの火力おかしいんだよな。ふっ、気持ちいい。気持ちいい。カレンちゃんはこれっぽっちじゃ満足できない。このコンボ気持ちよすぎるんだけど、マジで。いやー、いい火力だよな。でも宮地ハイスコアのやつあんまりね、うまく戦えてなくて火力出てないんですよ。いや、うちの子たち強すぎるんだよな。はい、やりましたね。マオイ、おめえのおかげだ。もう二人称すら変わるほどかっけーじゃねえか。そろそろ戻ってこい。めっちゃ腹減った戻ってきた。早く帰ろー。いつも通りだが、司令部に報告だけは済ませろ。こちら 31A カエモリ、ロータリーモールを撃破した。帰投するからヘリを回しておくれ。司令部了解しました。撃破おめでとうございます。ヘリ着陸ポイントを確認しました。到着まで待機していてください。了解。いや、今回は厄介だったね。逃げ回られてさ。正面から叩くだけが戦闘じゃないって。アゴイがいなきゃ倒せなかったね。今回はアゴイが頑張ってくれたけど、私らだけでも倒せるようにならないとな。そうだな。この先いろんなキャンサーが待ち受けてるだろうしな。なるほどね。今のやり方でスコアアタックもやればいい。なんかだって手塚司令官硬すぎてさ難しいんだよな。カンタータつけたら最高。いや、どれと入れ替えたらいいかもわからんちゃ。今回はありがとな。いえ、お力になれたようで何よりです。自信ついたかな。青井がいなきゃ無理だったよってもっと言ってあげるべきなんじゃない。君がいなきゃ無理だったよ、ありがとう小鳥ちゃんって言うべきだったんじゃないか。フレイタイム？お、噂をすれば。セイカさん、名前覚えてよ、セイカさん。ちょっと待って、他の人も見して。そこは天才剣士に任せてください。分かっていると思う。青いポカーンとした。忘れてくれ。ちょっと出来心が。大島一子でいいのかな。一子のストレス発散。いや、なんかこの子も気になってはいるんだけど、でもストーリーの流れ的にね、やっぱ 31B と、あ、こっちじゃないや、お話ししときたいかな。ピグミンの方行こっか。切れ味のいいあれってなんだろう。ほい。ヒグミンはそう言ってくれても、前回ダメだったから自信がないや。そうだ、ユッキーとだったら滑らないかも。え、嫁連れてくってこと？
いちこきちゃん、いちこちゃんね、行こうか悩んだけど、今ストーリー的に 3HB をメインに話していきたいから、今日はひぐみやる。ねえねえ、ゆっきー、もう嫌な予感しかしない。エヘペリンコ、なんだその猫なで声は。一緒にネタ見せしよう。ほら見ろ、わけがわからない。いつ私らは芸人になった。いつも切れ味のいいツッコミ入れてくれるじゃん。それが今必要なんだよ。そんな事態巻き起こるかよ。とにかく一緒に来てよ。くっそ、仕方ねえやつだな。来てくれるんだ。え、来てくれんの、優しい。あ、ちょちょ、よいしょ。本物の夫婦漫才を今から見せてくれるということですね。なんだ、今日は一人じゃないのか。まあいい、どれ見せてみろ。喉が渇いたな。お、ちょうど遠くにコンビニが見える。何も聞かされずに連れてこられてんだよな。まだワープは発明されてねえわ。このフライドチキン生きてた頃の鶏に。時間速報も発明されてねえわ。じゃあ左右非対称のハンガーをもらおう。それは発明されねえわ。何に使うんだよ。最後に HD DVD でも見て回るか。ブルーレイに負けて消え去ったわ。もうええわ。お前が言うのか。この顔である。何をやっているんだ。切れ味のいいショートコント。何度同じ過ちを繰り返すんだ。そんなもの見たいと思ったか。それに付き合うお前もそんなやつだったのか。唯一まともだと思ってたのに見損なったぞ。こんな理不尽な見損なわれ方、この世にあるかってぐらい理不尽だ。何もわからず連れてこられてんだもんな、多分ユッキー。へぇ、私の方がへぇだわ。なんかちゃんと滑ってたね。やっぱ笑いと言ったら関西人だよな。あ、なに、え、いろんな人を連れてくってこと。なるほど、めぐみに付き合ってくれるかな。ねえねえ、ユッキーよくわかんないうちに連れてかれてさ、あまりにかわいそうだったよね。多分あれさ、説明されてないと思うんだよ。あの場で突然ネタが始まって、いつも通り突っ込んでたらユーミンから見損なわれたと思うんですね。カフェテリアに来たけど。いや、ま、よいしょ、こちこちこち、よいしょ。ちょっと関西の本場の突っ込み頼めへんか。や、今こそ関西人のめぐみんの力が必要なんだ。ついてきてほしい。サイキッカーやなくて関西人としてってどういうこっちゃ。で、この感じ多分説明せずにまた連れていくんでしょ。怒られますよ、そろそろ。もう怒られてるか。うん、切れ味がいいあれって結局何が見たくて呼んでるんだろうな。前回もこんな感じでもう分かんないままだったよね。またお前か。今度こそ切れ味のいいあれを見せる気になったか。うん。よし、見せてみろ。喉が減ったな。お、ちょうど遠くにコンビニが見える。入ろう。ボン。ちょい待ち、それどないな力やねん。コンビニのサービス。どないなサービスやねん。超能力管理局から派遣されたバイト店員と目が合うと店内にワープさせてくれるサービス。サイキッカーの無駄遣い。何に能力使わせとんねん。しかもバイト店、それができたらサイキッカー界では超エリートやで。しかも目合うだけでワープさせられたら通行人たまったもんやないやろ。結構関係ない人巻き込まれるで。その前の道路避けられるで。人通り少ななるで。結果客来おへんなる。本末転倒。切れ味はいいわ。あと喉が減るか。減るんは腹や。喉は渇くや。もうええわ。なんやこれ。すげえ突っ込み直した。俺を言いたいのはこっちだ。いつからトリオコントになった？なっ待って、ユッキーよりツッコミ量エグくなかった？マジで怒鳴られてただけか。え、なんかさ、ユッキーはさ、間に挟むじゃん。ルカがボケます、ユッキーが3、4個ツッコみます、ルカがもう一回ボケます、だったじゃん。メグミンツッコミ倒したんだけど、こっから全部もうメグミンのターンだよ。俺のターン、ドロー、ツッコミ！ここまで一息やったな。めぐみに何させとんねん。
これ切れ味確かに良かった。これは正解かもしんないな。 31A はこんなのでよく先陣を切って戦果を上げられているものだな。戦果を上げられているからこそ普段はこんなんなんだ。1950年代のジャズプレイヤーの名演の裏にあった私生活みたいなもんだ。やめろ、その違法なもんに手出しとるみたいな言い方。もう行くで。優しいな、付き合ってくれて。いい加減セラフを見せろ。あ、セラフの見たかったの？見たかったのってセラフだったの？分かってたくせに食えないやつよ。切れ味のいいあれって言われたら分かんないでしょ。ツッコミの方が切れ味いいよ多分セラフより。お前のは本当に特別だな。見ていてワクワクする。特別？どういうところが？一番分かりやすいのは二つに分かれている点だ。今までそんなものは見たことがない。くっつけたらツーヘッドソードのように一つにならないのか。やめてやめて、二刀流に慣れてきたところなんだからまた一からになっちゃうじゃん。そうだな、今日は見るだけにして返してやるか。ルカちゃんのセラフ特別って大事なんじゃね。それ二つに分かれてるのってなんか伏線なのかな。え、どうなんだろうね。交流に伏線持ってくるとかあんの？だって交流せずに本編読み進める人もいるよね、きっと。いないのか？いや、絶対じゃないからさ。え？どうなんだろう、わかんない。でもなんか大事な気がする。ヘグミンを誘ってお風呂に行こうかな。地味に気になる発言、そうだよね。引っかかりますね。二刀流は他にいない。ツーヘッドソードとはなんて読むのそれ。なん、ふた、なんちゃらと、ツーブレーデッドソードはツーソヘッドソード、ダブルセイバー等と呼び方はいろいろあって定まっていない。なるほど。ルカちゃんのはなんか宮地さ、別にさ2個あることがなんか特別なもんだと思ってなくて、二刀流っていうのがなんかそういうもんなのかなって思ってたんだけど、特別って言われたらさちょっとなんか怪しくない？ 31A の切り込み隊、優秀な 31A 部隊の部隊長に選ばれたルカのセラフがちょっと特別ってなんか匂うよな。ヒグミン、一緒にお風呂行かない？なんだお前も風呂か。奇遇だな。じゃあ行こう。んー、ちょっと詳しい話聞かせてね。セラフって1個しか普通ないんなあなあなあ。あ、交流がストーリーの進行条件になったりしたらワンチャンありえるか。んー、あれ、ヒグミメガネかけてお風呂入るの？いや、なんかさ、セラフを2個持ってるっていう意識じゃなかったんだよね。なんか二刀流って別にそういうものが存在そもそもしてるし、漫画のキャラとかでもよく二刀流とかっているじゃん、普通に。だから二刀流という1個のセラフだと思ってたんだよ宮地ずっと。あー、なるほどな。ダーマイのシナリオだから何があってもおかしくない。わかった宮地、キー作品初めてだからあれだけど、やべえってことは分かったから油断はしないでいく。ちょっと心の端に入れとこう、止めとこう。お前に恥辱に満ちた言葉を吐かせないためだ。湯気で前が見えん。ほらほら、ヒグミン手を出して引っ張ってってあげるから。なんたる屈辱。ふにふに、ずいぶん柔らかい手をしているな。それは私のおっぱいだもん。え、お前わーい、スキンシップが図られて自ら胸を差し出す女。でもみんなのコメント見る限りいいだまだあれか、原因じゃないか、その理由は、この発言の意図の真意は分かってないって感じかな。まだ明かされてないんだよねきっと。いい交流でしたね。自ら胸を差し出していた。ただ宮地はなんか今いつもお風呂テンション上がるんだけど、意味深な発言のせいでお風呂そこまで今ね身が入らなかった。ルカ
ちゃんのセラフ特別絶対なんか意味あるわこれ。気になる。今回は宮地じゃなくてルカちゃんが地上だったしね、そもそも。これでデイ19が終了と。もうこんな時間か。いや、今日20まで行っちゃおう。なんかね、さっきコメントで20でキリいいって教えてもらってたから、今日デイ20までやって終わろうと思います。で、そう、まだ3章までしか配信されてないからね。我々が食すチョコレートの起源はメキシコにある。古代メキシコではカカオは大変貴重で高価なものだったため、丸々の食べ物と言われていた。カヤモリ、答えてみろ。え？カカオは悪魔の食べ物、神様の食べ物、デブの食べ物。まあ、チョコレートで意識するなら、でもチョコ別にデブじゃなくても食べるし、なんか魅力的すぎて高級なのに食べたい、お金がなくっても食べたいみたいな悪魔、これじゃね、わかんないけど。3章しんどい、追いつくのはしばらく先になりそう。3章って結構長いのかな。あ、育成に時間がかかってクリアできないってことか。なるほど。オッケー、じゃあまだ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 、いや、まだまだ遊べるのんって言おうと思ったけど、早く追いついて考察したいんだよ、宮地。そう、プロモーションムービーも見てなくって、なんか余計な情報入れたくなかったから、ほぼほぼ見てない状況で始めてるんですね。だから早く追いついて、いろいろとね、コンテンツを消費していきたい。宮地も楽しみたいんだよな。とりあえずじゃあ、宮地はこれは、悪魔の食べ物と推測します。悪魔の食べ物。不正解だ。ダメだった。え、結構本気で当てに行ったんだけど。正解は神様だ。カカオは神様の食べ物と称されるほどあまりにも高価なものだった。16世紀頃、アステカの皇帝モンテスマは黄金の杯でチョコレートを毎日50杯飲んでいたらしい。当時は液体のまま食していたのか。私チョコ食べるとすぐニキビできるから、顔面ニキビだらけになってニキビ死しちゃいそう。気持ち悪いから控えてくれ。ところが、そうなっても愛してくれるかユッキー。今ほど美味なものではなくてだな。約300年後、チョコレートをどうにか美味しく食べられないかと試行錯誤し、ココアパウダーが生まれた。これがきっかけとなり、今の美味なチョコレートがあると言っても過言ではないだろう。カカオって別に単体だと美味しくないよね、絶対。甘くないもん、全く。でもカカオがなんか 99%、80% とか苦いもんね、めっちゃ。ちょっと90が存在するかわかんないけど。長かった。訓練終わり？引き続き、共闘歩の警戒訓練となります。惰性でこなすのではなく、明確に目的意識を持って進めなさい。あらゆる可能性を捨てず、はい、的確に対応するようにしなさい。了解。作戦も近いし、気合い入れていくとするか。だな。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。いや、結局31ビーとそんな仲良くなんないまま訓練最終日なんだけど、ついにいちごちゃんと全然喋っとらんで。とりあえず6000はいけるでしょ。なんならオートで8481だって、余裕ですね。まだまだ。でもみんなが3章やばいって言うから、相変わらずここから無理なんだろうな。だからって寝るなよ。なんか刺激的なことが起きないかな。ダメだ、寝ちゃう。戦場で刺激的なことはまずいでしょ。このわしがやってやるか。目覚めた。やっぱりお前いいやつなんじゃないのか。しかも敵です。よし、来た。カレンちゃんはいい子だよ、絶対に。なんだかんだつかさっちのフォローしてくれるしね。三章はザコでも1万欲しい。おー、なるほど。こっから三章行くまでの間にまたレベル上がってなんとかならんかな。ひなたなつさん、お初にお目にかかります。こんみや、来てくれてありがとうございます。カレンちゃんでしたーって。あ、待って、読み込み遅いんだけど。あっ、危ねー。ドキドキするからやめてくれー。気合い入れていくぜ。8000強すぎ。
頑張っちゃったかな、育成。ここじゃ。どうだ。結構ね。私に任せな。時計塔とか、待ってました。記憶の迷宮とか、やれることはね、全部やってるつもりなんだよね。まだやり足りぬ。敵をぶち殺しやがってください。最初の最後までに12000いってればいいのある。上がんじゃねえじゃん。だってまだレベルも上がりきってないしね。まあ、最初に詰まったら育成枠とかやるけど、なんか育成枠なくいけたらかっこよくない？私はこの子たちの力を信じている。あー、アクセル減点とかスキル上げとかがあるから時間がかなりかかる。なんかさ、何この複雑な気持ち。まだまだヘブ版楽しめるぞっていう喜びと、早くストーリー最後まで見て考察したいっていう、この実はいいな、複雑な感情よ。早く読みたいストーリー。私に任せな。なんそれ。あー、星5惑星をパーティー全員につける。いただきます。星5の惑星がそもそもそんなにまだ持ってなかった気がするな。これでいいのじゃろ。やったー。しかも案外クレーンへの取り組み方も真面目じゃねえか。なんかあれなのかな、カレンちゃんってもともとやっぱさ、カレリンなわけで、殺した殺した、なんかこうカレリンのなんかいい子の部分っていうのは結局抜けきってないみたいな、残ってるからいい子みたいな、そういう設定とかってあったりすんのかな。27000あれば余裕じゃ、勝ったな、余裕だわ。よし、時間だ、今日も終わり。サクちゃんいるなら多分余裕。これヒューガナッツって。失礼しました、ヒューガナッツさん、こんみや、来てくれてありがとうございます。 31B ともに問題ありません。お疲れ様でした。よくやったわ。うん、今日も褒めてもらえた。この細やかさを忘れないようにしなさい。よっしゃー、これで訓練の日々ともおさらばだ。いえ、明日から2日間これまでの訓練を連続して行う総合演習をしていただきます。あ、そういうことね。だからまだ時間があるのか。今日で終わりじゃないの。これまでの訓練の最終確認をする必要があります。フェーズ5まで終わったからといって浮かれすぎないように。今日くらいは浮かれちゃダメ。では今日だけは浮かれていいとします。優しい。やったー。イエー、やったやった、終わった終わった。いや、そう、カレンちゃんが殺人鬼って要素考えたら分かんないよね。今日はさ、前夜祭としてギグロ。ギグロ、またいろいろと突っ込みどころが多くて大変だぞ。まず何の前夜祭なの。もうすぐ作戦じゃん。それの祭りちゃうわ。でもバカ騒ぎできるのも今日ぐらいまでだと思うからさ。こうやってさ、息抜きの場作ってくれる舞台長素晴らしいよね。集中して過ごしたいだろ。今日もだよ。いやいや、今日弾けなくていつ弾けるんだよ。結構弾けてきたろ。まだ不完全燃焼だろ。練習の成果を出してようやく完全燃焼だろ。なんで大事な作戦の前に完全燃焼する必要があるんだよ。むしろエネルギー貯めておくべきだろ。いや、ここはただこねてるルカちゃんが見たい。やだやだ、弾けたい。せっかく練習したのに。子供か。葵さんも待ってるだろうから、とりあえず行った方がいいと思う。そうだけどさ、うん、なんだかんだ葵楽しみにしてるから、このバンド練習。なんかルカちゃんが立ち止まったぞ。ガサンなりの計画。なんで置いてかれちゃうの、いつも置いてかないで。そういうことだったとは。あのアホがそんな気マスかいな。葵さんももう来てるのかしら。すごいな、これほっといてもみんなと一緒に歩いてくれるって言おうとしたけど置いてかれたわ。というわけさ、葵。ギグって何なの？ギグりたいって言ったの私分かってなくって。今来たばっかだからちゃんと説明しろ。待って、久しぶりにもらっちゃった。ポカーン。かわいいね、葵ちゃんのポカーン。あ、間違えた。ライブだよ、人集めてやろうぜ。え、人前でなんて無理です。適当にジャッギター、ジャッカジャッカやろうぜ。ギグっていうんだ。バンドなんてもありがとう。上手くなってからライブやってたら
老後になっちまうぜ。かやもいるか。だから後世の人がつけてくれるから自分でつけんでよろしい。はい。ライブということはお客さんの前でということですよね。葵ちゃんって今後もずっと正式メンバーなのかな。楽器持ち出してカフェテリアで演奏してたら勝手に集まってくる。なんだかアニメみたい。リアルさ。じゃあ早速それぞれの機材を運び出して準備と行こうぜ。2章の終わりでやるのかと思ってた。ここで新曲聴けるってこと、もしかして。よーし、それぞれ準備はいいな。すごいドキドキする。じゃあユッキーカウント聞いてくれ。ダンスダンスダンス。やった。嘘、え、今日聴けると思わんかった。次回かと思ってた。やっぱカレリン、カレリちゃん、いいね。これみんなが作詞したのか。かっけー。ノイズってこういうことで。めっちゃいいじゃんノイズ。なんかきっと 31B のことなのかなって思って考察しながら聞こうって思ってたんだけど、まだ私は 31B がわからない。とりあえず曲がかっこいいってことだけわかった。あとノイズってごめん、ずっとバカにしてたんだけど、なんやねんって思ったけど、めっちゃかっこいい。演出込みって感じだね。あれやりきった。わー最高。いやーよかったな、めっちゃ。ただすごい熱気です。今の曲が多分 31B のことなんじゃないかなって思うんだけど、なんかまだね、宮地 31B のことが分かりきってなくって、なんか誰のことを歌ってるのかっていうのがね、あんまり推測できんかったんだよな。だからアンコールしてほしいな。アンコール、ユキ、アンコール。待ってください、葵はこの曲しかまともに弾けません。もう一回この曲やろうぜ。そうだった。ということで今日はここまで。全く同じこと言ってる。もう一回歌って。すごい落胆ぶりだな。次までには用意しておくからさ。モテモテだな。やったー。絶対約束だからね。勝手にそんな約束すんの。なんかファンができてる、シーズレジェンドに。小鳥ちゃんたちがさ、え、もしかして小鳥ちゃんたちって宮地たちのことも、ルカたちのこと応援してくれてるの？いやー、ライブ大成功だったな。もうやんねえからな。まあまあ、言ってろよ。あの快感を味わっちまったら、腕がうずいて、パソコンのキーボード叩き割っちまうこと。ドラムで叩いてくれ。私の腕は鋼鉄か。弾くのに必死で。疲れました。今日のところは解散でいいかしら。もう完全燃焼した。いや、ライブ終わりでテンション上がっちゃうじゃん。こっちはしたよ、クタクタだよ。のなあ、あんたたち何のつもりなのさ。
何のつもりにゃ。どういうこと？おっと、ここまでファンが追いかけてきちまったか。来たぞいちごちゃんが。ファンに見えるのか？ん？いちごさんに、すももさん、今度こそいい予感しかしない。絶対やばいでしょ。勝手にうちの部隊長連れ回してんじゃねえよ。何、嫉妬？怒られた？だからいいことが起こることの方がまれだ。ちょ、怒られた？なんで？ユッキーだってびっくりしてるじゃん。いいよ、散々言ってたくせに。いやいや、理由がさ、もう一回連れ回してることに対してってこと？葵は席を外してくんねえかな。いや、大事な話なのか。わかった、そうしてやってくれ。え、お前空気読んだのか。ミヤジだって空気読めるよ、たまには。何、豆が鳩鉄砲を食らったような顔してんだよ。そんな顔はしてない自信がある。では、葵はお邪魔みたいなので、お先に失礼しますね。流れ変わっちまったな。お疲れ様でした、葵。ああ、お疲れさん。待って、いちごは何を話すんだ？と、見送ったわけだが、どういう了見だお前たち。言いたいことあんなら全部言いな。お前らとつるんでたら意味ねえんだよ。というと？というとも何も、なんだよ、スモモ、お前が言えよ。待って、これもしかして今からイチゴ出れるんじゃね？もしかして葵のこと強くしようとしてた？強い心を持ってもらうためにちょっと厳しく当たってたけど、逃げ道があったらダメじゃんみたいな、そういうこと？待った、あれ？なんか出れ始めた。待って待って待って、スモモに振られてもにゃ。二人とも照れてんのか、これもしかして。わかったよ。実は葵は私らよりも古くにあった。お ?2級A の唯一の生存者なんだ。え、まだ 30G よりも先輩ってこと？じゃあマジかよ、そんなに古いの？ということは葵は、待って、今大事なとこだから。視線をくぐってきた。そうなるな、この戦いを経験してきているんだ。なるほど、結構古いんだね。そもそも2級という数字は何を表すの？私たちは31だけど、諜報員、司令官は世代って言ってたな。前に私たちと訓練した 30G よりも一つ上の先輩。そうだよね、ユイナ先輩より上ってこと？ああ、ここまで会ってきた中では一番古株の隊員ということになるな。じゃあ、ビャッコもそうなのかな。そんな可能性にも気づかなかったなんて。私、お前は当然だろうが、私まで深くだ。え、その古い先輩だから何なの？うちはそもそもそんなこと興味あれへんかったけど。皆さん、一体何の話をしてるんですか？あ、しかも2級 A だと。また私世代しか見てなかった。2級 A？ ほんまや、 A や。2つ上の先輩で、さらに切り込み隊隊長だった。隊長かは分かんないのか。切り込み隊だった。はあ、それがでも待って、いちごが厳しく接したことと何が関係あるの？うちらは分からんでもええねん。人それぞれ役割はちゃう。適材適所や。ですよね。かわいいな。あ、黙って聞いてろ。おお、怖。もっと話を聞かせてくれよ。何が聞きたいのさ。全部。あ、刀削麺ここで聞くのはどうなの？待って、無理、ミヤチ今気になりすぎて無理。まず私はこれが聞きたい。お前らは何を企んでいる？葵は自信を喪失していたのにゃ、うん、それは知ってるよ。私たち姉妹はそれを取り戻せる。嘘だ。そんなバカな、うちの名士だじゃん。もうそっちの部隊長さんが言った通りさ、葵は相当な視線をくぐってきたからだ。どんな？それこそ修羅場にゃ。いや、地獄絵図かもな。そんな、言葉の意味はよくわからないけど、すげえ壮絶な光景だったんだろうってことだけはお前らの重苦しい雰囲気から伝わってくるよ。あ、なんかすんごい
あの重い雰囲気なのは分かるんだけど、全部ふわっとした言葉なんだけど、姿勢をくぐってきた修羅場、地獄絵図かも。よく分かんないけど、とりあえず壮絶だった。ふわっとしてんな。自信を取り戻させたいっていう割にはなんか無能だ無能だみたいな感じだったよな。自信なくしてっちゃう感じじゃなかったかな、逆に。きっとすげえ残酷な風景さ。見てきたように話すんだな。ああ、当時のことを知る奴から聞いたからな。スモモたちだってぼーっと過ごしてきたわけじゃないのに。そりゃ悪かった。あれ、もしかして葵のことめっちゃ好き？他の2級系部隊の人たちは葵を除いては全滅してる。オペレーショントレミーという作戦だったらしい。うわー、やっぱそういう世界なんだよな。それってどんな過去だよ。一人だけ？みんなやられていく中で、あいつ一人生き残ったってのかよ。自信を失っていくっていうのも、私は守れなかったっていうので、どんどん自信がなくなってっちゃったってことかな。いや、なんかさ、葵ってディフェンダーでさ、盾使ってたじゃん。つまり攻撃っていうよりもみんなを守ることが役割だったと思うんだけど、守るはずの自分だけが生き残ってしまったのって結構しんどくない？私が守れなかったって後悔しながら一人生きてきたってこと？きつすぎん？ちょっと待って、誰がキリーって言ったの？待ってくれ、しんどいじゃん全然。今日しんどいとこ来ると思ってなかったな。あ、そっか、ハイパーサイメシアだし。ちょっと待って、しんど。じゃあもうあれか、残酷な地獄絵図の光景そのまま全部、何一つ忘れず覚えてるんだね、葵は。やば。どんな気持ちで休日過ごせばいいんだ。最初部隊長に任命された時、葵にも全うすべき役目があてがわれたことが嬉しかったんです。みんなをまとめて引っ張っていこう。誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだ。そう決意を固めました。今度こそってことだね。あ、違う、できなかった。葵には向いてなかったんです。待って、前回も部隊長ってこと？2級 A でも部隊長だったってこと？私 31B の話してんのかと思ってた。これ2級 B の話してんじゃね？2級 A の部隊長だったの？え、めちゃめちゃすごいじゃん、葵。で、初めて2級 A の切り込み隊の部隊、あって切り込み隊ってしんど？部隊長になって、誰も死なせないように頑張ろうって決めてたはずなのに、できなかった。うわ、これを忘れることができずに、すべて鮮明に覚えたままなのか。あー、なるほど。あ、待って、これ今 31B の話だと思ってた、ずっと。今っていうか、この、最初このシーン出てきた時からそう思ってた。あー。忘れさせてあげてくれ。なんか、文ちゃんの時はどうして忘れちゃうのってしんどかったけど、葵に関しては、こんな辛い気持ち、記憶忘れさせてあげてほしい。しんど。マジ？ね、文ちゃんと葵足して2で割れない？うまいこと。そういう研究、ひぐみはしてないの？あの話は、今のことじゃなかったんだ。ねえ、わっ、過去に起きたことを話していたんだ。ここが伏線だったか。みんないなくなっちゃって、一人きりで立ち尽くしていて、そんな光景がずっと続いて。これみんなのセラフ？違う、あ、これ葵の？建物何一つ残ってないんですが、荒廃しすぎてない？え、葵の制服がイチゴ、スモモ、コジュと違うのは、2級 A 部隊のを着てる。え、あ、
ありなんだそういうの。はぁー、葵、これ葵のセラフなのか。びっくりした。みんなのセラフがここにぶっ刺さってんのかと思った。それは終わりのない地獄のようで、どこまでもどこまでも続いていく悪夢で。なんか失った後の話だったんか。そんな悪夢のような地獄を見てきて今に至るんだ。しかもそれだけじゃない。なんだよ葵は。ハイパーサイメシア。なんだよそれ、聞いてないぞ。あんまり言いふらすようなことじゃないと思って。でもだとしたら最悪だぞ。どういうこっちゃ。超記憶症候群、経験した全ての出来事を覚えてるんだ。辛いからちょっと曖昧にとかもできないってことでしょ。過去に起きた地獄のような出来事も常に鮮明に覚えている。この時代にこれは生きづらすぎるよ。だとしたらそれは本当に地獄です。なんだ、全部知ってたのかよ。ああ今話がつながった。そんなことがあったなんて。そうにゃ、そんな過去を背負ってるから葵は自信を失ったままでいたんだにゃ。それを私たちは取り戻せるようにと動いていたんだ。 31B で一緒になった時、部隊長なのにあいつめっちゃビビってたんだ。最初はただ部屋の端っこで震えるばかりで何も言えないでいたんだにゃ。うちらが励ましても、え、最初励ましてたの。白子だけが寄り添うことができたにゃ。動物ってのは不思議だな。言葉もわからないくせに一番弱っているやつに寄り添うんだからさ。だから私たちは葵から声をかけてくれるまで。ああ、やっぱそうだよね。葵が動かなきゃダメって思ったってことか。規律を乱して葵に反抗的な行動をしていれば、それを何とかしようと前向きな気持ちになってくれるんじゃないかと考えたんだにゃ。そんな不器用すぎるよ。ようやくみんなに声をかけ始めるようになったところだったのにニャ。そこへてめえらが現れて、あいつ、なるほど、落ち着ける居場所を作っちまった。ああそういうことか。 3HB と嫌でも向き合わなきゃいけない状況をこの二人は作っていたのに、逆に逃げ場所、私は 3HB から逃げれてよかったって思ってたけど、実際は 3HB と向き合うことをさせなくしてしまってたわけで、だからこそ今回2章でずっと宮地がさ、なかなか 3HB のみんなが何考えてるかわかんない、仲良くなる前にここまで来てしまったってずっと言ったけど、それはそりゃそうで、 3HB と過ごす時間を 31A が奪ってしまっていたってことだよね。はあ、励ますんじゃなくて葵が自らの力で歩み寄ってくれるように待っててたんだね。やり方はめちゃめちゃ荒領事だけど。はあ、なるほどな。わかりづらすぎるよ、二人とも不器用かよ。いや全然わかんなかった。宮地ずっとイチゴとスモモに切れてた。これはごめんごめんな、なんか喧嘩売ってちゃんと葵のこと考えてくれたやな。いや、これすまないだな。もうすべてミヤちゃん理解してしまった。でもルカちゃんはいいことではって言っていちごが解説してくれると思う。こっちだな。それはいいことでは。てめえらと絆が深まっても意味がない、うん、そうだよね。あたしらじゃなきゃ、あいつがあたしらを信じてくれなきゃ意味がない。どうしてさ。正論だわ。うん、あいつはまた同じ思いをするかもしれないからだよ。仲間を信じずに切り抜けられるほどこの戦いは甘くないにゃ。そんなこともそっちの隊長さんはわからないのかい。え、まあルカは純粋な分いいところもあるが、そこまで思慮深くはないな。それはとびきりの褒め言葉であってくれ。どちらにでも取れるようにさじ加減してやってんのに贅沢な祈りすんなよ。でも不思議。ああ、あなたたちだって葵さんと知り合って間もないじゃない、うん、なのにどうしてそこまでのことをするの。
お前にしてはまともな質問だな。特に理由なんてねえよ。あ、そうなのかにゃ。てめえは黙って。絶対あるでしょう。な、頼むよ。正直に言ってよ。葵にこれ以上干渉してくれるな。頼むにゃ。こんなに仲良くなれたのにか。だから意味ないって言ってるだろ。意味なくはないんだよ。私らと絆を深めても舞台が違うんだからさ。意味なくないし、三一へと仲良くなることももちろん大事。ただ優先順位はあるかもしれないなって思うわ。確かに三一ビートの時間を奪ってしまってたなっていうのは今ちょっと反省してるわ。そうだね、 31B が分かんないじゃないね。歩み寄るための時間を宮地たちが 31A が奪ってしまってたとこはあるよな。いや、このいちごちゃんはどうして葵にここまでのことをしてるのかっていうのをスモモにも話してないってこと？絶対理由はあると思う。なんだろうな。そうだな、今はね、いや寂しい。葵と仲良くなれたし、別にルカちゃんがやったことも悪いことじゃないよ。葵からしたら心が休まる場所があったことは救いだったよ。ただそれがね、伝わってたらもうちょっとやり方違うこと宮地たちもできたのになぁとは思うわ。不器用だよみんな、もう。なるほどな。でもいい話だな。これでなんかみんながいちごちゃん推しだって言ってるのは分かったわ。なんかこっからどう大どんでん返し待ってんだって思ってたけど、いい子でよかった。そもそもまず改心したとかじゃなくって、もともとがいい子ってところが安心したわ。うん、分かってる。邪魔して悪かったよ。その葵をよろしく。了解にゃ。かっこいいな。おう、だって。いやー、不器用だけど、その不器用さがまたいいんだろうな。まさか、葵さんが29系部隊の生き残りだったなんてね。興味深い話が聞けそうだけど。ほんと、私にしては失態だよ。でももう、干渉しないって約束しちまったからな。うん、31B のことは、そっとしておくに限る。戦いが終わってから、仲良すればええやろ。その通りです。そのために平和を勝ち取りましょう。そうだね、平和にしたい理由がもう一個増えただけだね。別に仲良くしちゃダメなわけじゃないしね。適切な距離感でいればいいってことだもんね。さっきは止めてくれてサンキューな。全然分かってなかったよ私。お前の性格は熟知ってるつもりだ。急にやめて、その夫婦要素。私も信頼してるし、そう言えるぐらいの存在になりたい。はあ、いや、あとの二人は人のこと言えんだろ。なんも言うねん。黙って見とっただけ。そうです。確かにニコニコしながら見てただけですよ。ててえな、急に熟知してるつもりだとか言ってきちゃった。びっくりしたわ。ということで、オペレーションプレアレスまであと3日ということで、ちょっとこんなに気になる終わりになると思わなかったんだけど。いや、今日、これで20日終わりだよね。うーわー、待って、続きめっちゃ気になるんだけど。誰だよ、キリが、誰で20キリがいいよって言ったの。全然気になるんだけど、続き。でもさ、こっから、こんなに大きい声出しといてあれなんだけどね。宮地、あんまり大きい声夜出すと、ご近所さんに怒られそうで怖いんよ。夜更かし、さすがに0時超えて大きい声出すの怖いな。うわ、待って、でも、見たいのは見たい。気圧とは、機体の圧力のことだ。一回ホーム戻ろう、一回ホーム戻ろう。そう、結局そうだよね。どこで終わっても続きは気になるよな。2章終わったら今度3章気になるって言い出すわな。いちごちゃんたちのこと分かっちゃったから余計になんだよな。はぁ、あ。いや、ま、く。
いや今日は終わろう。ちょっと時間も時間だ。明日やるか。どうしようかな。明日ちょっとね、帰省でもしようかと思って配信お休みにしてたんだけど、ちょっとだけ待って。予定表見せて。明日やるか。続きが見たくてしょうがねえ。うわ微妙。朝、日曜日やろう。日曜日、待って、日曜日何時からにしたんだっけ。16時から。予定変えよう。日曜スケジュール変えます。ちょっとまた後でスケジュール変更のやつあげるんですけど、日曜日続きやろう。ちょっと宮地気になっちゃってダメなのと、平日仕事から帰ってきた後体力ない状態で泣いたら死ぬかもしれんので本当だったら明日やりたいんだけど、ちょっと明日は実家に帰って、帰ってきたら結局遅い時間かなって思うので、日曜日の早めの時間帯にちょっとやろうと思いますということで2章終わらせましょう。日曜日また遊びに来てくれたら嬉しいですで、同説がね400人超えていたということで本当にいっぱい見てくださってありがとうございます。コメントちょっとあんまり読めてなくてごめんね。全部見てはおりますので、いや日曜日の次だと月曜日だけど、もうしょうがないよ。火曜日の夜やるよりは日曜日の早めの時間帯からやった方がまだええやろ。日曜日16時からもともと配信予定があったんだけど、それを全部ずらしていく。16時からの配信予定を早い時間に変えて、で逆に16時くらいからヘブ版やろうかなと思うので、よかったら遊びに来てくれたら嬉しいですということで、ちなみにちょこっとだけトランジション入れた関係でエンディングも変えておりますおつみやでした。バイバーイ。